2016年12月26日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第1万1241話、病院で夜の徘徊。病院の夜勤警備員なんだが、この前怖いことがあったから書いとく。うちは救急じゃなくて療養方のおじいさんおばあさんが入院してるんだが、地方とかの人も受け入れているから夜の徘徊がたまにあるのよ。それでこの前に見回り中、人影がふらっと病室から廊下に出てきたから、また徘徊かくらいの気持ちでピッチでワーカーさんに連絡してると、その人影がすっとエレベーター方面に行ったから、とりあえずついて行ったらいつの間にか見失ってたのよ。ほぼ一本道だから見失うわけないんだけど。見失ったからとりあえずピッチで再度連絡して、病室に戻ろうとして後ろ見たらその人影がいた。真っ黒いガウンみたいな服なんだけど、ボロボロな格好で真っ白い顔。その時めちゃくちゃビビって、多分3センチメートルくらい飛んだね、わら。そしたらその人が来る時を間違ったってつぶやいて、歩いてるんだけど結構なスピードで非常階段の方に歩いていったから、徘徊者が外に出たら問題になる。やばい。って思考になって慌てて追いかけたんだけど見当たらず。後日、俺の見間違いか寝ぼけていたって院長から説得されたって話。ネットで見つけた怖い話。第1万1242話、足をかつべらせて川に落ちた。小学1年生の時、家の近くにある川で一人で魚を釣って遊んでたら、足をかつべらせて川に落ちた。流れは緩やだったし、今思えばそんなに深くもない小さな川なんだけど、その時の俺は、身長順に並ぶと腰に手を当てる役になるくらいちびで、ついでに泳げなかったもんだから案の定盛大に溺れた。服が腕とか足にまつわりつくついて重くて全く受けなくて、必死に助けてって叫んだけど周りには誰も人がいなかった。そんでついに沈んでしまった。やばいこれ死ぬやつって苦しくて怖くてパニックで、だんだん意識が不明瞭になっていくのが本当に怖かったよ。で、ここから怖い？不思議？な話なんだけど。なんかそこの方から何かが来て、沈んでいく俺の背中にドンって当たったんだよね。一回だけならゴミか何かだと思うんだけど、何回もドンドンって結構な力でぶつかってくる。そのうち足がその何かにつかまれて、岸まで引きずられてった。俺自体その時ほとんど意識なかったんだけど、よかった、助かったって安心したのを覚えてる。次に目覚めた時は病院のベッドの上で、泣いてる母さんに抱きしめられてた。びしょ濡れで気絶してる俺を、犬の散歩してた人が見つけて救急車呼んでくれたらしい。掴まれた方の足首にガーゼ当ててあって、剥がした時足を一回するように4本のあざが等間隔で残ってて、あれは本当にあったことなんだって思った。母さんにも医者にもあざのこと聞かれたけど、俺もよくわからなかったし黙ったまま押し通したわ。あれから20年近く経つけど、俺を岸まで引きずってくれたあれは何だったんだろうってずっと気になってる。ネットで見つけた怖い話。第1万1243話、地獄を模した地下道。5年ぐらい前に、とある小さな島に行ったんだけど、そこにはお寺があって、地獄を模した地下道があったから家族で入ってみたのね。そうしたら中に小さな男の子がいて、うちの上の子と下の子の真ん中ぐらいの年齢だったから、仲良く一緒に進んだのね。その子はすごく活発で、真っ暗な洞窟の中でも歩き慣れてて、お寺の子か地元の子で毎日来ているんだろうなと、最初は思っていたんだけど、こっちだよ。こっち。こっち。って元気に案内してくれて。でも、いつまで経っても出られなくて、結局50分ぐらい経ってしまったのね。私は、だんだん、この子おかしいと思い始めて、この子の言う通りにしていたら出られない、とまで考えてしまった。だいたい真夏なのにその子は着物を着ていたんだよね。
浴衣じゃなくてウールのアンサンブルの着物、男の子用っていうのも珍しいし。そう思ったら、その男の子は後ろから来た5年配の人たちの方にくっついていってしまった。その後私たち家族はすぐにその地下道の出入り口を見つけて出たんだけど、後で看板を見たら、地下道の所要時間は出口まで10分程度って書いてあった。洞窟の中はものすごく気温が低くて、出た時ほっとしたのを覚えてる。あの男の子は何だったんだろう。考えてみたら、こっちだよ。こっち、しか話してなかったような。昨日、上の子に島やお寺に行った時のことを覚えているかどうか話を振ってみたら、あの子は、尾道から来た。って言ってたよ。ときっぱり言ってた。洞窟の中では私も主人も一緒にいたし、子供たちだけでちょっと先に行って姿が見えなくなってもほんの数秒のことだし、声は常に聞こえていたと思うし、そんな会話は絶対になかったと思うんだけど。で、その会話の後上の子は児童館や図書館に行って、夜に帰ってきたんだけど、もう一つ言ってた。島から尾道に戻って街を散策してた時、あの子が洋品店の中にいて、すごく近くまで寄って行ったら、埃をかぶったような古いマネキンだった。顔も着物もそっくりだったけど、なぜかお母さんには言えなかったのを思い出した。お寺では住職が母親を大切にしていたという説明を受けて、だから入場料に親子割引もあったし、感動したのを思い出しました。あの子が生きている人間でないとしたら、親を大切にするお寺で親を探していたのかなと、今、思ってるところです。そういえば当時は、不思議な男の子より、島で潮の流れの速さというのを目の当たりにして、そっちにビビってました。湘南あたりの海の満ち引きしか見たことがなかったので、でも上の子の話を聞いて何とも言えない気持ちです。ネットで見つけた怖い話。第11244は、島で神の子だと崇められていたお兄さん。その1、私の住んでいた島で私が小さい頃、神の子だと崇められていたお兄さんがいた。近所に住んでいたお兄さんで特に神々しいとか、特別な存在だなと感じるようなものはなかった。お兄さんは当時中学生だったと思います。私たちは小学1年生でよく遊んでもらいました。道行く人がお兄さんを見かけると拝んでから過ぎ去っていく様子は、今でも鮮明に覚えています。お兄さんに遊んでもらっている最中に、私たちの同級生の一人が素朴な疑問をお兄さんに投げかけました。どうして〇〇、お兄さんの名前、兄ちゃんは拝まれたりするの？お兄さんは少し困った表情で、僕、のことを神様か何かだと勘違いしてる人がおるんや。変な人らやね。ごまかすようにそう答えました。私たちは、へえ、というしかありませんでした。家に帰ってからお兄さんのことを親にも聞いてみました。親は、知らない、の一点張りで教えてくれません。おじいちゃんに聞くとおじいちゃんは心よく教えてくれました。その2、おじいちゃんから聞いた話と、少し大きくなってから聞いた話を混ぜてまとめると、漁師の息子であるお兄さんはある日、父親の仕事についていくために漁へ出かけます。しかし島を出てすぐに大波に襲われ、船舶事故に遭います。被害者は約10名。全員が漁師です。死者は一人も出ませんでした。私たちの住む島の 10km ほど先の無人島に皆が打ち上げられ、食料も豊富なその無人島で漁師たちは一週間生きながらへ、採石などを運ぶ大きな船に助けてもらったそうです。お兄さんの父親だけが、息子がいない。探してくれ。と島の周りを泳ぎ回り探して回ってたそうです。はじめは親身になって探してくれていた漁師仲間も、二日目にもなってくると、
息子さんを探すことよりも食料の確保に必死で探してくれなかったそうです。救助された船の休憩室で漁師の一人がこんなことを言い始めます。そういえばお前の息子、事故で溺れてる最中に見たかも。足にヒレが生えとったような。すると、他の漁師たちも次々に、薄れてく意識の中で観音漁にあったことや、人魚に救われたことなどを話し始めます。父親は気が気じゃない様子だったらしく、ノイローゼの一歩手前まで行っていたようで、そんな話に耳もくれず、ずっと船の中で何かをつぶやいていたそうです。父親が家に着くなり嫁さんへ息子の無念と懺悔の言葉を述べた後、食卓にはいつものように息子が座っていました。息子さんは皆が救助される3日も前に、約 100km も離れた本土の他県のリゾート地で発見されます。釣りをしていた中年のおじさんに助けられ、警察に届けを出し、身元の確認がきちんと取れてから送り届けられたそうです。その3、感動の再会の後、夫婦は奇妙な4つの出来事と1つの悪巧みに翻弄されることとなります。1つ目の奇妙な出来事とは、身元確認の際に電話に出た覚えがないという母親。母親は旦那と息子の帰りを涙ながらに待っていたそうです。地元にも捜索願いを出し、息子の捜索願いを取り下げられている様子もなかったので、真実味があること。警察は確かに身元の確認をし、名前の一致も確認しているということ。二つ目は発見された時の息子。第一発見者の釣り人の話によると、天のように海から歩いて出てきたそうです。三つ目は息子の体験談。どうやって助かったのかを尋ねると、海の底が歩けるようになっていて歩いていていたら陸についた。足が重くて寒くて陸に上がった途端に動けなくなった、と言っていたそうです。四つ目は、息子がたまに別人のような口調で話すようになったそうです。この現場には私は、遭遇したことがありませんが、ビーチから孤島にある神社までの約300メートルくらいを歩いて海に入っていき、息継ぎをせずに孤島までたどり着いたお兄さんの姿を目撃したことがあります。子供会のお祭りの帰りに偶然見てしまった光景です。その神社は、地元の漁師が水難事故を避けるためにお祈りをする神社でもありました。結局この謎が解けることはないままに、お兄さんは島を出てしまいます。出て行ったのは高校生くらいの年になってからだと思います。お兄さんが島を出ると、島民はお兄さんのことをまるで最初からいなかったように語りません。その4、一人のタバコ屋のおばあちゃんだけがお兄さんのことを覚えていて、他の島民はお兄さんの話をすると嫌がります。お兄さんが島を出て1年もしないうちに、お兄さんの母親は言葉が話せなくなり、父親は怒りに左腕を取られ、命と引き換えに左腕を落としたそうです。母親の片は言葉が話せないというより、耳が不自由になったような感じで、ろれつが回らないという感じです。父親の片は左肘から先の腕がありません。今年ほど前にタバコ屋のおばあちゃんが話してくれたことに関連があるかはわかりませんが、誰もお兄さんの親が不幸になったことを憐れむ人はいないと言いました。あの夫婦は、息子を神の子に仕立て上げ、供物をさせたので、人を押したにもかかわらず海難事故に遭ってしまった人に責め立てられました。それから息子が出て行き、出て行く前に島民の夢枕に立ち、私のことは今後語らないでください。皆に不幸が降りかかります、という風なことを言ったそうです。タバコ屋のおばあちゃんはそんな夢を見ていないそうですが、夢を見たという人は何人もいたそうで、島はその噂でも聞きりだったそうです。しかし夫婦が怪我をしてから、その話題は暗黙の了解でされなくなったそうです。タバコ屋のおばあちゃんは多分まだ生きてます。以上です。499。
私のことは今後語らないでください。皆に不幸が降りかかります。こんなネットで不特定多数に語ってしまって、あなたは不幸にならないのかな ?504、幸せでもないですが、不幸でもない普通の生活ができているので大丈夫だと思います。3年ほど前にも友人との怪談話ネタに口走りましたが、何ともありませんでした。逆に私とタバコ屋のおばあちゃんは無事なので、この話のどこかにおひれがついていると思っています。ネットで見つけた怖い話。第10245は、資産家の実家の言い伝え。三分の一、母の実家は資産家なんだが、ある言い伝えがあった。ある男が悪い神様に、金持ちにしてほしい、と毎日毎日お願いした。ある日、その神様が、子供と引き換えにするなら金持ちにしてやる、と答えてくれた。その時結婚すらしていなかった男は二つ返事で引き受けた。その後、男はトントン拍子に金持ちになった。そして、以前から好意を持っていた女を嫁にもらい、幸せな毎日を送っていた。ところが、幸せな日々は簡単に崩れ去った。最初の子は、目が真っ白な状態で生まれ、数日で死んでしまったのだ。さらに、次の子は頭がなく人間の形すらしていなかった。この時になり、男は神様との約束を思い出し、神様に何度も、もう金はいらないから子供を助けてほしい、とお願いするが、神様から返事はなかった。やがて嫁は三人目を妊娠。様子のおかしい夫に問い詰めたところ、夫はすべてを白状した。嫁は高名なお寺に行き、事情を話し、なんとか子供を守ってほしいとお願いしたところ、子供を守るお地蔵様を祀るようにと勧められた。そして、庭の一角にお地蔵様を建て、毎日毎日、子供を守ってください、とお願いした。すると、五体満足で元気な男の子に恵まれた。これでもう大丈夫、と安心していたが、次に生まれた子は真っ白な子ですぐ死んでしまった。二人は次から、妊娠するとお地蔵様を準備し、生まれるとすぐにお地蔵用にお願いするようになった。その後世生まれ子は皆丈夫に育ったため、本家では子供が生まれるとすぐお地蔵様を建てるのが慣わしとなった。三分の二。ちなみに、お地蔵様は本家筋の人間の分しか建てない。死んだ場合、また、女の子はよそに嫁に行くとお地蔵様を撤去し、一番奥にある、一番古く大きなお地蔵用に合併させる。また、長男以外は跡取りではないが、分家筋の長になるためお地蔵様は残しておくが、その嫁やその子の分は立てない、という決まりがある。現在は、後継ぎであるおじ、母の弟、とその男兄弟三人分プラスおじの子三人分プラスおじの長男の子二人の旧体があるはずなんだが、実は八体しかない。祖父の代の話になる、当時の長はひいじじでかなりの暴君だったらしい。女関係にだらしなく、複数の女と関係を持った。そして、後継ぎである祖父もかなりの暴君で、あちこちの女に手を出しつつ身元のしっかりした女、俺の祖母、と結婚したが、祖母とはうまくいっていなかったようだ。祖母が女の子、俺の母、を産み、さらに後継ぎである男の子を産んだ後、二人はほとんど会話もしなくなった。そして祖父は、以前から関係のあった元芸者を家の離れに回せるようになった。その元芸者が妊娠し、もうすぐ出産という時期に、後継ぎである長男が流行り病で死んでしまった。直後に生まれたのが男の子であったために、ひいじじは激怒した。芸者の子供を後継ぎにするわけにはいかん、と。そのため、生まれた子供の出生届は出されず、また、お地蔵様も作られなかった。2年後、祖母が男の子を産み、
やっと元芸者の子は出生届が出された。だが、なぜかお地蔵様は作られなかった。おそらく、もうすでに元気に育っていたから必要ないと判断されたのだろう。実際、おじはその後もすくすく何の問題もなく育った。三分の三、お地蔵様を作られなかったおじだが、実はおじの子が全員アウトだった。長女は耳が聞こえない上知的障害がある。長男は内臓疾患に加えて骨形成不全症がある。次男は脳に障害があり寝たきり。本来お地蔵様が作られないことで守られないのはおじだったはずなんだが、なぜかおじの子が全員障害を持っているのは、やはり何か影響があるんじゃないかと思うが。当然、そんなもの立証できるわけもない。おじの子も良い才なんだが誰一人として結婚できず。いや、結婚できないどころか、親の介護が必要な状態で、おじの家はおじの代で姿を消すことになる。ネットで見つけた怖い話。第1問、1246は、なくしたものが見つからない字。なくしたものが見つからないとき、そのものを思いながら昼寝をすると夢に出てくることがある。鍵がソファの隙間からとか、書類が開け放しの襖と壁の間からとか、そんなに突拍子のないところではないけどちゃんと見つかる。結婚指輪をなくしたときは、誰にも言えずに一週間くらい探したけど見つからなくて。藁にもすがる思いで昼寝をしたら、私が旦那に指輪を渡している夢を見た。思い切って旦那に聞いたら、ああ、ベランダで拾って、その時着てたジャケットのポケットに入ってるはず。忘れてた、ごめんごめん、って言われて、力が抜けて涙が出たわ。ネットで見つけた怖い話。第1問、1247は、水路に面していたアパート。大学時代の話。大学が実家から離れてたんで、大学近くのアパートの1階の一部屋を借りて一人暮らししてた。水路が多い町で、住んでたアパートも裏手が幅5メートルくらいの水路に面してて、窓の真下が水路という立地。水路には鯉がたくさん泳いでて、窓からパンくずなんかを落とすだけで鯉に餌がやれた。その部屋で寝ていたある夜、深夜にふと目が覚めた。時計を見ると午前3時過ぎだった。真夜中に目が覚めたのが初めてだったので、なんでこんな時間に目が覚めたのか不思議に思っていたら、窓の外からきちゃっとかすかな水音がしているのに気づいた。鯉が跳ねているのかと思って窓を見たら、カーテン越しに、人の形をした何かが窓に張り付いて少しずつ登ってきているのが見えた。窓の外には人が立てる足場はない。どういう原理かは知らないが、窓に張り付きながら登ってきていることでそいつが人間じゃないことが分かった。そいつの上半身がカーテン越しに見えるようになったとき、そいつがゆっくりと窓枠に片手を伸ばした。窓を開けようとして力を込めたのだろう。鍵がかかっているせいで動かない窓枠がぎっと音を立てた途端、そいつが動きを止めた。今の物音で俺が起きたのか確かめるため、気配を伺っているのがわかる。俺も布団の中で身動き一つせず、呼吸も限りなく浅くした。お互い動きを止め、カーテン越しに互いの気配を伺う時間が過ぎていく。実際には5分もかからなかっただろうが、当時の俺には永遠に感じられた時間が過ぎた後、そいつが動き出した。窓に張り付きながらゆっくりと2階へと登っていく。しばらくしてそいつの足先だけが見えるくらいまで登った頃、2階の部屋の窓が開くカラカラという音がかすかに聞こえ、それからしばらくしてカーテン越しにはそいつの足先も見えなくなった。俺は、そいつが2階の部屋、つまり天井を挟んだ真上にいることを確信した。二階に住んでる人はどうなったとか全く気にならなかった。ただただ身動きせず、
呼吸も限りなく浅くして上の部屋の気配を伺っていた。それから朝が来るまで、俺は、同じ体勢でひたすら気配を殺し、上の部屋の様子を伺っていた。その間、上の部屋からは物音一つしなかった。7時過ぎに右隣の部屋のリーマンがドアを開ける音が聞こえたので、ダッシュで玄関を開け、パジャマ姿のままリーマンの後ろをついていって、大通りに出たところで連れに電話して迎えに来てもらった。それからしばらく連れの家に泊めてもらって別のアパートに引っ越した。白状かもしれないが、上の部屋の住人はどうなったとか、あの時水路から上がってきたものは何だったのかを一切確かめなかったから助かった気がしている。ネットで見つけた怖い話。第1問、1248話、姫の池。今は決壊してなくなってしまった沼の話で、20年も前のことです。うちの地域では土壌を食べる文化がありました。今もあるんですが、健康にいいとかなんとか。じいさんとよく、姫の池、と呼ばれるただの沼なんですが、そこに釣りに行ってました。姫の池と呼ばれるゆえんは、お昼12時過ぎにそこへ行くと、江戸時代の十二人絵の女性が沼を歩いてるとか、夏の夜中2時半にそこへ行くと、人型にホタルが集まるとか、いろいろな噂が絶えない場所です。誰も近づかず、よそ者のじいさんと私は、毎日のように大漁を喜んでいました。土壌はそんなに美味しいものではありませんが、ばあさんが喜ぶのでたくさん釣って帰ってました。ある日、岩なだれが起きるほどの大雨が降って姫の池は決壊し、舗装された山道の脇の側溝に、いろんな魚が流れ込む事件が起きました。地元の魚屋さんが泥を吐かせれば大儲けできると考え、溢れ出した魚をかき集めて店で売りました。とても大きな主だと思われる土壌だけが売れ残り、魚屋さんが食べてしまいました。三日三晩の高熱とともに息を引き取ったそうです。それと関係あるのかはわかりませんが、大雨の次の日にじいさんと私は、姫の池に釣りに行きました。道中、地味な着物を着た女性に会いました。何か探し物をしているようだったので声をかけました。おばちゃんどうしたん？何か探してるん？少し驚いた顔をされながら返答が来ました。池が罠になってしもうて。おばさんが話しかけた途端に、後ろから何かに掴まれてものすごいスピードで私がバックしていきました。犯人はじいさんでした。何見た？わしには何も見えとらん。なんと喋っとった。おばちゃんがおって、池がめちゃくちゃになってて何か探してたで、おばさんは追いかけてきませんでした。悲しそうな顔をして私を眺めているだけでした。以上です。ネットで見つけた怖い話。第1問、1249話、ネックレスが突然切れた。先日起きた不思議な出来事。出かけた帰り道、夫の運転で私は、助手席、子供たちは後部。不意に私の足元に何か落っこちて、よく見たら私のつけてたネックレスが切れてトップの飾りが落ちたみたい。拾うと足元に手を伸ばしたら、次女6歳が、わぁ、と叫ぶ。すぐに夫は車を路肩に止めて、私も、どうしたの？って言ったんだけど、夫は真っ青だし、次女は、びっくりした。ぶつかんなくてよかった。って言ってる。どうも私が見てない間に事故りそうだったらしい。長女はぐっすり寝てた。ネックレスが突然切れたのも不思議だったし。長女が起きてから。じいちゃん、すでに亡くなってるギフ。がお母さんのネックレスをちぎって走って逃げてく夢見た。って言ったのも不思議。おギフさんはずっと病気で、生前走ってるところなんて見られなかったから。長女が羨ましかった。おぎふさんに助けられた感はある。感謝。
ネットで見つけた怖い話。第11250は、朝の3時過ぎに新聞配ってた。心霊体験じゃないけど、学生時代、新聞配達してた時の話。11月頃で、朝の3時過ぎと言ったらまだ真っ暗な時期。カブに乗って新聞配ってたら、ワンピース着て髪ボサボサで、うつろな目をした女がふらふらと裸足で歩いてたんだ。年齢は40歳前後。美人とかブスとかいう以前に、遠目でも明らかに異常者とわかる顔つきをして、負のオーラを漂わせて、俺の方に向かってよろよろ、ふらふらと歩いてきた。暗いこともあって薄気味悪くて、かといって配達中だから逃げ出すわけにもいかず、俺は、見るともなしに横目でチラチラ見てたんだけど。そしたら、何を思ったのかその女、突然カッと目を見開いて俺の方を睨みつけ、出し抜けに、ありがとう、ありがとう、と繰り返し絶叫しながら、涙ボロボロ流して俺めがけて猛スピードで走ってきた。その姿を見た俺は、恐ろしさのあまり配達すべき一区間をすとばして、アクセル全開で必死に逃げたよ。ところが、ただでさえ加速の悪い株が新聞化石祭で余計スピードでなくて、おまけにその女、気持ち悪いくらい足が速いもんだから、逃げても逃げても振り切れない。やっとの思いでなんとか振り切れたけど、その後も配達中にまた会うんじゃないかと思うと、怖くて怖くて気が気でなかった。その区間は配達終盤、すっかりあたりが明るくなってから戻って配り、やれやれ、変なのに会っちゃったよ。とぐったりしながら、俺は、先輩ところに戻った。ところが、なんとその女、先輩ところ前の道路脇に座り込んでやがった。もうすっかり外も明るくなってたのと、新聞配り終えた他の学生たちが何人か戻ってきてたのとで、開け方ほどの怖さもなく、俺は、見て見ぬふりをしながら店に入った。女は時々わけのわからないことを絶叫して暴れたかと思うと、またぱったりと静かになって座り込むという行為を繰り返していたんだけど、どうやら近隣住民が通報したらしく、自転車に乗ったおまわりさんが二人やってきて、その女に何やら話しかけていた。が、女は堅くなにそこを動こうとせず、無理に立たせようとすると暴れる始末。最終的にはパトカーがやってきて、抵抗する女を無理やり連行していった。あの女は一体何だったんだろう。その後その女を見かけることはなかったけど、しばらくの間は配達が怖くて、その女と遭遇した場所は一番最後、夜が昇って明るくなってから配るようにしていたよ。新聞待ってたんじゃ。い。207、208、210、あ、そっか。って、んなわけないって。でも、道行く酔っ払いのおっさんからたまに、新聞一部売ってくれ。って声かけられることはあったけどね。あと、これも心霊体験じゃないけど、真冬に配達してるとき、あまりの寒さに耐えきれず、コンビニに立ち寄って缶コーヒー買って戻ってきたら、見知らぬ外人が俺のバイクに凝って走り出そうとしていたことがある。がたいのいい白人だったので、何やってんだ、って怒鳴る勇気もなく、恐る恐る、あ、って声かけたらその外人さん、OH、冗談ねえ、と言ってバイクから降りて去っていった。サイドスタンド外しかけてて冗談に見えなかっただけにマジで怖かった。いろいろあったなぁ。冷静に考えると、少々精神入った方がとある事情で新聞の配達を待っていたら、配達の人が来たのでやっと来たと思ったら、帰ってしまうので追いかけ、結局配達ところの前にいたが、中に入るのは恥ずかしいと思い座り込んでいたら、警察に連れて行かれた、とか精神科の看護婦に知り合いいて結構話聞くけど、
精神入った人の行動ってこのくらいは平気であるよ。207、208、215、俺が配ってたのって日本経済新聞だったんだけど、あれだけ言っちゃってる人でも経済のことは一応気になってたのかな。216、元証券会社勤務だったとか、過度にストレスが溜まる仕事していると、誰でもそうなる可能性はあるそうですよ。精神異常者といっても接し方によっては全く常人と変わらないのに、あるキーワードで表現したり、キーワードが引き金でマイワールド突入、なんてあるそうだから、心霊でなければマジで生きている方だったのかな？逆に考えると生きている人の方が怖いって言えば怖いんだけどね。今日のオカルトスレ。ほんのりと怖い話スレ。女の子が言ってること。リンク。ちょうど1年ほど前、4月採用予定の新卒者が見習い兼ねてアルバイトとして事務所に来た。そのうちの一人、女性、が挨拶をした後トイレに行きなかなか戻ってこない。30分経っても帰ってこないので心配になり他の女子社員に見に行ってもらうと。個室が一つだけ鍵がかかった状態でノックしても呼んでも返事がないけどどうします？仕方がないのでその女子社員と俺ともう一人の男性社員とで見に行くことにした。初めてはいる女子トイレにドキドキしたがそんなこと言ってる場合じゃない。個室の前で呼びかけるがやはり返事はない。何度も入るぞと言ってドアを開けようとするが、鍵がかかっていてはどうしようもない。仕方なくバケツをひっくり返し乗りドアの上から覗き込むと、その子が端の方でうずくまっていた。何かを握りしめ震えているようだった。声をかけてもこちらを見ることもない。無理やり腰を曲げてを伸ばしトイレの鍵を開け女子社員に入ってもらうと、私もう無理です。カバン持ってきてください。今日は帰ります。というので帰ってもらった。翌日電話で採用事態を伝えてきたので了解し、書類関係があるのでもう一度来社するように言ったが、会社ではなくファミレスがいいとのこと。その翌日ファミレスに行くと先日とは違い落ち着いた彼女がいた。書類を一通り書いてもらい、最後に訳を聞くと言い難そうに話し始めた。あの日初めて事務所に入った瞬間嫌な感じがした。挨拶をしてから席を案内され座ると、この席が嫌な感じの元だと思った瞬間、机の下に気配を感じ足元を見ると女の人が体育座りでうずくまってこちらを睨みつけて両足をがっちりと掴まれた。見渡すと男性社員全員の机の下から同じ顔が社員を見上げていた。そして女子社員の机の下には大量の髪の毛が動いていた。そこで逃げ出しトイレでこのお守りを握りしめていたと言ってお守り見せられた。くっきり手の片付いたお守りだった。そういうの見える方なの？と聞くと。まあ見える方だけどこんなに強烈なのは初めて。前にあの席にいたのはどんな人ですか？かなり恨みがあるみたいな顔でした。そこで思い出したが、前にそこにいたのは A 子、ごく普通の女子社員で何か問題があったわけでもなく、希望退社を募った時に手を挙げやめていった人だった。最後に彼女が言った、戻ったら事務所の床を調べて森氏男のお札を貼ってください。社に戻ってもこんな話どう説明してよいかわからなかった。上司には一身上の都合らしいとお茶を濁し、同僚の男性数人による残ってもらうように頼んだ。まずその子が座った席の下を恐る恐る覗き込むが何もない。なんだと思いながら他の人の机の下を見ても何もない。同僚からは何を探してるんだっけ？わらと笑われた。そのうち一人が何気なくその子が座った席のカーペットをめくった。なんかあるぞというのと同時にお線香の匂いがした。
事務所は今時らしく OA フロアになっていて、すのこの上にカーペットが敷いてある。その OA フロアの下に社員旅行の全員写真あり、その上にお線香が載っていた。みんな慌てて自分の席のカーペットをめくると、今度は女子社員だけの。集合写真に A 子以外全員の顔に短い線香が突き刺さった写真。女子社員の下からは髪の毛の巻かれた線香と赤く小さな文字で大量に恨みと書かれた紙。部長の席の下からは死ねばいいのに乱雑にいくつも書かれた紙が出てきた。困ったことに触るのも怖い、どうするか悩んで結局教えてくれた子に電話した。いっぱい出てきたというと、それ直接触っちゃダメです。動かすなら長い箸に塩を振ってそっと袋に入れ。袋にも塩を入れて口を固く縛ってすぐにお寺のお守りとか捨てるところに持って行ってください。その通りにして同僚には口止めをした。それから現在まで特に何かあったわけではないのでほんのりに。さっきコンビニで袋いっぱいのお菓子を買ってきたんだけど、家に帰ってきて袋を開けたら、お菓子の一番下から12センチメートルの子供靴が右だけ出てきた。新品じゃないやつ。なんだこれ？コア W。店員の小粋なサービス。21の反応が怖い。出来のいい話文章を求めてる人の期待に添えるような話ではないので、そういう人はスルーしてくれるとありがたい。友人の一家は揃ってオカルト好きで、家族でこっくりさんをしたりするそうだ。その友人が言うには、こっくりさんというのはそういう名の何かがいるのではなく、一番的にの霊が呼び出されて答えてくれる仕組みなんだとか。そんないい加減なことで質問に答えられるものなのかと思ったが、案の定、答えられない場合もあるとのこと。以下、その霊として友人が語ってくれた話。ある冬の日、夕飯前に一家全員でこっくりさんをしたのだが、何を尋ねても、知らない、わからない、脈絡なく、お母さん、の繰り返しで、要領を得ない。試しに名前と年を尋ねてみると、4歳の女の子であることが判明。名前は忘れてしまった。ごめん。それ以外のことは何もわからず、とりあえずお帰りいただいたそうな。ただ、すぐに帰ってくれたわけではなく、小さい子がぐずるように、お母さんどこ、一緒に、などの言葉を何度か示したという。その翌日の新聞に、小さくではあるが、前日のこっくりさんと同名の4歳女児が、交通事故で亡くなったという記事が出た。友人宅からさほど遠くない交差点での事故で、そういえば救急車だかパトカーだかの音が少し聞こえていたかも、とのこと。偶然かもしれないし、こっくりさん自体信憑性がどうなのかわからないが、友人の話を信じるとして、一緒に、はお母さんに対してだったのか、道連れ的な意味だったのか、とちょっと考えてしまった。ほんのり切ない、つ。犠牲で亀になっちゃったけど。俺も中学高校の頃、面白半分によく家庭内でこっくりさんやってたな。正確にはこっくりさんではなく、エンジェル様。ってやつで、二人以上で鉛筆を握り、霊が来たらその鉛筆が勝手に動き出すってやつ。エンジェル様エンジェル様って呼びかけるんだけど、応じてくるのは本当に低級な霊ばかりだった。全く会話が成立しない奴は動物霊だったんだろうな。そういうのはつまらないので、すぐに帰ってもらってた、わら。いくらかなりとも会話が通じるのは人間の霊。初恥から、呪う、なんて言われてビビらされても、わら、
相手の年齢を聞くと大抵は幼い子供だった。どこに住んでるの？と聞くと具体的に近所のマンション名を答えられたりね。ママと一緒に住んでる。とか、やっぱり、お母さん、ママ、って言葉はよく出たね。弱すぎて自分が死んだことに気がつかないんだな。ずっと親のそばにいて成仏できないんだなと思うと悲しかったよ。絵が好きかどうか聞いてみて、好きと答える子には大志の空白に絵を描かせたりもした。女の子はお姫様の絵とか描くんだぜ、わら。ちょっとしたことだったけど、いくら絵が好きでも死んだら筆は持てないからね。いくらかでも供養になってればいいなと思うよ。エンジェル様から見では本当にいろんなことが起きたから。目には見えないけどすぐ隣にある世界についていろいろ勉強させてもらった。なんか思い出しちゃったので書き越しました。長文すまん。一家揃ってこっくりさんってのが怖すぎる、わら。一人暮らしをしていた時の話です。アパートの近所に墓地があり、少し離れたところに幼稚園がありました。墓地を拡張工事することになりました。工事のためご迷惑をおかけします。という看板が、引っ越してきた時に立っていました。幼稚園は生垣で囲まれていて、長い休み時間にはちょっと遠出して遊んでいました。私の住んでいたアパートの駐車場などにもかくれんぼで出没してくるくらいで、その子供たちが、工事現場のあたりのごちゃごちゃした雰囲気を楽しそうと思ったのでしょう。工事のお休憩の頃、そちらの方でも遊んでいた声を聞いていたのを覚えています。工事は滞りなく終わり、数年経った頃。こちらがもうすぐ転居という頃に警察の人が訪ねてきまして、近所の墓地のトイレを改築していたら、人間の子供と思われる骨が出てきた。何か思い当たる節はないか聞いて回っています。とのこと。その墓地はアパートが2階だったので遠目に見える程度で、立ち寄ったこともない旨を伝えると警官は帰りました。今思えば、土地を掘り返して、ではなく、トイレの改築、で骨が出てくるのはなんとなく変だなと思いますが、今となっては確かめることもできません。ほんのりと怖い、という感じかなと思いここに書いてみました。GW 中に、初めてここで話せるような体験をしたので書く。田舎の祖母宅に自分一人で泊まりに行った。夜に寝るのはいつも用意してもらえる2階の部屋。いつもは両親や兄弟もその部屋に寝るが、今回は一人だけなのでとても広い。しかも布団は壁につけて敷かれていたので、余計に広いスペースが余っていた。夜10時ごろ布団に入ったが、なかなか寝つけないでいた。そのうち祖母も自分の寝室のある2階に上がってきたのが、階段のきしむ音でわかった。私の部屋の前を通り過ぎ、細い廊下の先の部屋の戸を開閉する音がし、ラジオがかかった。祖母は寝るときラジオをかけるのが習慣になっている。私のところまで音は届くものの、何を言っているのかは聞き取れない程度の音量。眠りの妨げになるほどの音ではなく、むしろ心地よくさえ感じられる。そろそろ眠くなってきたと思いつつごろっと壁と反対の方に横向きになったとき、今まで気づかなかった音が聞こえた。部屋の中から自分以外の寝息が聞こえる。ラジオの音の方向とは違い、部屋の中の低い位置から聞こえていたように思う。だが部屋には自分しかいない。ありえない現象に一瞬よっとしたが、ラジオの音が聞こえているせいか。
急速に恐怖心が薄まっていき、そのまま寝ることにした。寝る少し前、それまで、スーハー、という音だった謎の寝息が、なぜか、サーサー、という音に変わったのが少し怖く感じられ、早く朝になれ明るくなれと思いつつ、寝た。しばらくして猫が喧嘩しているような声で目が覚めた。時計を見なかったが、多分早朝4から5時くらいだったと思う。まだ薄暗かった。ラジオが聞こえていたけど、謎の寝息は聞こえなかった。部屋から出て祖母宅の猫が巻き込まれていないかと窓から見ていると、廊下がきしんだ音で祖母が目を覚ました。どうしたん？と部屋の中から、聞いてきたので、猫の喧嘩、と答えて部屋に戻り、寝直した。以上が今回体験した話。田舎から帰って兄弟に話したら怖がられて、その時初めてとても怖くなった。親からは、そんなにはっきり聞こえたんなら、とりあえず部屋の電気を、つけるとかしなさい、泥棒だったらどうするの、という感じで怒られた。一昨日、高校生の娘が家の鍵をなくした。学校に忘れたかもしれないというので様子を見てたんだけど、昨日の朝起きたら、玄関が全開になってて娘の靴が二足消えてた。慌てて警察に電話したが、被害はそれだけ。鍵屋に鍵を交換してもらったが、怖かった。しかし、なんで靴だけ、笑えない。笑えないよ。靴だけでよかったとは言い難い。続きの話ができてしまった。今日、娘の携帯に非通知着信が40件くらい入ってた。時間は17時、18時くらい。部活中だった娘はドライブモードにしてたんで直接被害はなかったが、これってストーカー？とりあえず娘の電話を非通知拒否に設定したが、警察に相談すべきか？携帯を持たない下の娘用に俺妻長女の携帯番号をリビングの家電の上に貼ってたから。それを見られた可能性がある。ただの間違い電話かもしれないが、すぐに警察に行った方がいいと思います。怖い話とかのんきなことを言ってる場合じゃない。靴を盗みたい変質者なら学校で盗んだらいい。鍵を持ってるのに玄関を全開にしておくのは、誰かが侵入したという恐怖心を煽るためか。電話かけたのも時間的に限定されてるのを考えれば、部活やってて出れないというのが分かってたようだね。非通知って通信会社に問い合わせても、全く通信記録が残らないものなのかな。なんか仕掛けられてるかもよ。盗聴器とか、キャメラとかさ。それなら人が入った形跡なんて残さない方がいいだろ。まあ念のため調べる必要はあると思うけど、明日会社休んで警察行ってくる。盗聴器とかって、警察で調べてくれるもん。そういう容赦頼まないとダメ？俺の勤務する管轄内だったら力になりたいが、警察が力になってくれるかどうかは地域による。あなたの住む地域を管轄する警察が、そういう案件に力を入れていればいいのだが、盗聴器を調べることもやるが、大した被害が出ていない場合はそこまでいかないことの方が多い。ダメだった場合は業者に頼む方が確実。警察が動いてくれなかった場合、二人の娘さんは峠工事はできる限り友人たちと帰らせるように。在宅時も娘さんたちだけにしないように注意し、近所にも協力を頼めるのなら頼むこと。あとは交換した鍵の管理をしっかりとすること、当然だが戸締まりは十分すぎるくらいに気をつけること。動いてくれなかった時は、考えうる限りの自衛をしてほしいとしか言えない。いたずらに脅かすわけではないけど、
相手側がここを見ているかもしれないという可能性があることを忘れるな。自分側の状況をあまり細かく書くのは考えものかもしれんぞ。今警察の駐車場。待たされた時間除くと、話は実質20分以下だった。調査は継続してるし、周辺のパトロールも強化してるから、気になることがあったら連絡すれば、すぐ駆けつけます。だって、盗聴器の検索とかは、自分でやれって感じだった。子供はしばらくの間、妻が車で送り迎えすることにした。オカルト関係ないから、これで終了にします。アドバイスありがとうございました。6から7年前の話。映画の、着信あり、ってあったじゃない？映画の内容を知らない人のために簡単に説明すると、携帯に謎の着信があり、受けると友人の死ぬ瞬間の声や写真が、その時の着メロはすべて同じメロディー。そしてしばらくすると、その着信の状況と同じように次々と友人が死んでいく。という感じの内容、だったかな？俺は、携帯の着メロや通歌を自作するのが好きなので、作中に使われる、死の着信音、おネタで作ったのね。作品の内容があれなので、着信音には設定しなかったけど、わら。当時の俺は、彼女と共同生活をしてたんだけど、ある日、とあることから大喧嘩になり、俺がカッとなって携帯を床に叩きつけてしまったのよ。携帯は液晶が割れて完全に壊れてしまったので、新しい携帯を買い、壊れた携帯は電源を切ったままその辺に放置しといたのね。しばらくしてスカリ映画のことなんて忘れた頃、夜中に突然、壊れた携帯から、死の着信音、が鳴り出した。それも、音は割れまくりの音程は狂いまくり、非常に気味の悪い曲に変貌してた。電源は切っていたし、どの着信音にも設定していなかったし。他にも自作した着信音が多く保存されていたのに、なぜその時、死の着信音、が鳴ったのか。霊感とかないので何も見たことがないんだけど、さすがにあの時は二人でちょっとビビった。特に何も起きなかったけどね。死の着信音、は、YouTube で、着信あり、着信音、で検索すると出てくるかも。死の着信音、懐かしいな。うちの弟もそれ自作して着信音にしてたよ。ヘビメタ調にアレンジしてたけど。私の友人の話です。その友人は地元の大学に通っていたのですが、大学院への進学を他県の学校で受け合格しました。都会の大学だったので、生活が合わなかったのでしょう。ストレスからうつ病になってしまいました。電話でよく話をしたのですが、言っていることがめちゃくちゃでした。完璧主義だったので、病気になっても、勉強もしてアルバイトもしました。そのうち統合失調症も併発し、自殺しました。一週間ほど死体がバスタブに放置されていたためでしょう。式がはっきりせず命日が2、3日ぶれるのです。年の暮れになると必ず彼女からメッセージのようなものがあります。去年は真夜中に突然電話が鳴って、母が取ったのですが、あの私、と言って切れたそうです。彼女が死んだのは12月3日4日。寒い時期でした。彼女が心から成仏することを祈ります。去年は真夜中に突然電話が鳴って、
母が取ったのですが、あの私、と言って切れたそうです。違う人の間違い電話です。以上。シャレコは未満だけどほんのり以上に怖い。会社の先輩に聞いた話。出張で東北の日本海側にある町に泊まることになった。あいにく有名な花火大会中で旅館からホテルまでだいたい満室。やって取れた古いホテルに泊まった。古いホテルにはよくあることで、先輩の部屋は4階の4号室なのに、部屋番号は505。仕事の後、お客さんとの飲み会を終えて部屋に戻った先輩は、エレベーターから降りて、自分の部屋の前まで歩き、鍵を開けようとして、ふとドアを見直した。部屋番号は404。驚いて一歩後退離し、周りを見ると、隣の部屋番号も404。突然後ろの部屋の扉が開き、寄りかかっていた先輩は転がり入ってしまった。開いたドアに刻まれた部屋番号も404。開いていたドアが勝手に閉まっていくのと、頭上に人の気配を感じながら、先輩は気を失った。続き。目を覚ますと、スーツを着たまま部屋のベッドの上。慌てて廊下に出て部屋番号を確認したが、505号室だった。逃げるように急いで荷物をまとめていると、机の引き出しを落としてしまった。その引き出しの裏側には、予想通りお札らしきものが。もしやと思い、部屋を探ってみると、出るわ。額縁の裏からテレビの下、避難指示ボードの裏までお札だらけ。中でも恐怖だったのはベッドマットの下。そこには人の形に切られた紙が何十枚も押し込まれていた。人の形に切られた紙には朱色の墨で昭和〇〇としとかじが書いてあったのを覚えているそうだ。フロントを問い詰めようとしたら、こっちの顔を見るなり、お客様申し訳ありません。って感じで、珍しく満室だから、知ってて貸したようだった。領収書だけもらって、宿代はタダにしてもらったけどな、わら。と笑う先輩が頼もしいやら怖いやら。終わり。あるある。ホームページを見てたら404だらけで。失神しそうになったことあるよ。自分が幼稚園の頃の話なんだけど。幼稚園の帰りに母親の自転車で帰宅中に自転車が転んでしまった。その瞬間のことはあまり覚えていない。あの頃のことを思い出してしまったんだけど子供の頃いつも頭がぼやけていた。自転車が転んだ時母親の話では、転びそうな感覚はなくいきなり転んだようだ。親は何も怪我もなかったんだけど自分のこめかみのあたりがパックリ切れていた。痛みは全くなかった、汚れ一つなかったようだ。そして小学校の1か2年の頃全く同じ場所で自転車で母親と同じ転び方をした。全く転ぶ気配なんてなかった。道路脇の川にそのまま落っこちた。ただすぐそばにお地蔵さんがいっぱい立っているお寺か神社があった。そのそばを通るのが怖かったのは覚えている。かまいたちっぽいな。扉を閉めるときはたまに、いつもご飯を食べたりするテーブルの向こうに。左半分だけ大きな顔があって、私だったんだけど。すごい嫌な笑うところしかしなくて。その時はいつも怖かった。もうすぐ死ぬんだけど、そのテーブルで話したら大きな顔が同じで、踊り場のところは赤くて悪い感じだったのは私だけだった。そういえば携帯の後に、テーブルの床に平行な面をしたから、指みたいにトントン規則正しく叩いてて、持ち上げても止まらなくて、怖いし持ってる手首の中がかゆい感じになった。
をやったのは怖いから言うなって、押し入れの下の段なのに。3歩ぐらい歩いたらぶら下がってるのに当たるかもしれないでしょ。また歩いて、全部で5歩だったら、引き戸っていうのかな？その前にいる。踊り場の向こうにすりガラスがあって、夜とか、他にもいるんだけど、不幸せにするのが得意で気持ち悪くて嫌悪感しかなかった。次の朝は大変だったけど何歩目かわからないけど歩いたんだと思った。冷蔵庫の赤い肉とか手で引っ張ったみたいな筋が多かった。なんでこんなにと思ったけど、ほっとして、怖くてお礼は言えなかったから。ここの死なない人は、押し入れの差が行くところの人が見つけるために。周りにいる人がそうかもしれないから、その人に教えてあげたら嬉しい。名前を言ったらわかると思うから。どうにかなるってわけじゃないけど、今年と思うから。リアル鬼ごっこ、お彷彿とさせる文章だな。小学校に入るちょっと前の頃だったと思う。いとこの母方の田舎にキャンプに連れてってくれる、って話で。仲も良かったし喜んでついて行かせてもらうことになった。自分いとこ妹二人おじさんおばさんって感じで。キャンプって言ってもそんなに本格的ではなくてさ。バンガローみたいなのがあって、その周りで飯ごうとか釣った魚で食事するとかそんな感じ。夏休みで他にもぽつりぽつりと人は見かけた、遠目だったけど。山の中に入って遊んでて、かくれんぼしていたら迷っちゃって。奥の方に行っちゃったらしくて帰り道がわからなくなったんだよな。暗くなってきて怖くなって、思わず走って帰ろうとして、転んじまったんだ。木の根っこでふくらはぎをでっかく切っちまって、血がだらだら流れて泣いてた。そうしたら、なんだか泣き声を聞いたのかおじいさんが来てくれたんだよ。手に何か子みたいなのを持ってたようなのだけ覚えてる。ボンズ、坊主、ここ切って待ったのか、じっと待ってろ。そう言って草むらに入って行ってすぐに戻ってきた。手になんだかすごい色したカエルみたいな生き物をわしづかみしてた。突然そのカエルみたいな何かを地面に思いっきり叩きつけて、潰れた。それからいろんなものが飛び散った。俺の顔にもかかった。そしたらなんだか緑色っぽいのをすくって、足の傷口めがけて投げつけてきた。わけわからないけどすごいぴったりと足の傷口を塞ぐ感じで覆いかぶさって、突然痛みとかそういうのが消えてなくなった感じがした。よーし、熱ぺかな。よくわからないけど、そのおじいさん突然山道で横になってその場で寝始めた。何かブツブツとお経だか呪文みたいなのを唱えてたけど寝息になった。何があったのかわからなくて俺はずーっと固まってた。そのうち意識が薄れた。気がついたら朝で、足はなぜか治ってた。傷口の跡は残ってた。なんでか道がわかってすぐに帰れて、一晩いなかったのに何事もないように、当たり前のように、おはよう、って返されて不思議な気分でいっぱいだった。それからまた3日くらいいたけど、探しても探しても、その迷い込んだ山がわからないまま帰ってきた。最近、なぜか傷跡がやたらうずいて、たまにうっすらと血がにじむ。軽く拭くと、流れ出た形跡が全くないんだよ。開いたとかじゃなくて。今度、あの時のキャンプで行ったところへ行ってみなきゃいけない気がしてる。うちの姉の友人がかなりいろんな目に遭う人。アメリカ留学中は、宇宙人に囲われそうになったり、
地震が来るから逃げろって電話してきて、3時間後にでかい地震来たり。めでたくご結婚なさった。めでたい。新婚旅行はサイパン。ホテルのスイートで寝てたら旧日本兵の格好した霊が20体ぐらい。銃を突きつけて周りを囲まれたそうだ。総員退避。急いで。ってミサトさんみたいに声かけたら。みんな急いでいなくなったらしいので、また寝たって言ってた。こういうことを平気で話すこの姉の友人ほんのり怖い。その人もルーパーなんだろうな。オカルト的とは別の意味で怖いな。昨日は暑かったから窓開けて網戸だけ閉めてテレビ見ながらダラダラしてたんだよね。佐藤さん、すいません、お届け物です。いつの間にか寝ちゃってたみたいで、宅配便のお兄ちゃんの声で起きてさ。田舎だから玄関も開けっぱなしなんだよね。玄関と今の間にかけてあるのれん越しに、おなじみの黒のパンツとボーダーのポロシャツの胸くらいまでが見えてた。ああ、すいません、今行きます。返事をしながら体を起こすと、あることに気づいた。テレビでガキの使いがやっていた。ガキの使いは22時56分からのはず。もちろんビデオじゃない。慌てて時間を確認する。掛け時計は23時18分を指している。その瞬間、ゾゾゾッと、気温とは違う寒気が背筋を通った。いくらサービスが充実したといっても夜11時を過ぎてまで宅配便が来るわけがない。のれん越しに改めて配達人を確認した。よく見ると、全身シャワーを浴びたかのように水滴が滴り落ちている。気のせいか水滴は濁っているようにも見える。夕立ちでもあったのか。だけどそれにしては訪問するには失礼なほど汚れている。佐藤さん、すいません、お届け物です。さっきと全く同じトーンで、全く同じセリフで配達人が呼びかけてくる。え、夜も遅いので今日はちょっと。なんとか断ろうと頭をフル回転させても、いい断りの文句が出てこない。佐藤さん、すいません、お届け物です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 。まるで壊れたレコードプレイヤーのように繰り返し呼びかけてくる。もう確信はしてた、あれは人間じゃない。しかもそいつは玄関を開けて、すでに家の中にいる。佐藤さん、すいません、お届け物です。佐藤さん、すいません、お届け物です。ふふ。おそらく打ち屁の届け物だろう。袋を玄関の床に置き、靴を脱ぎ、そいつは玄関を上がり部屋に向かってきた。築20年の傷んだ床を家、ぎし、とうとう立てながら。もうダメだ、今に入ってくる。うわぁ、という声とともに目が覚めた。どうやら夢を見てたらしい。体中汗だくになっていた。もうぐったり、テレビではガキの使いがやっていた。その時だった。佐藤さん、すいません、お届け物です。久々の傑作か、と思ったが、最後が惜しいなぁ。延々ループ話とはね。ループじゃなくて、本物の宅配が来てて。初めの掛け声を聞いて一瞬の間に見た嫁なんじゃないの？佐川急便は、一番遅い時間に指定してると。23時50分とかに持ってくるよ。今年の春から俺は、アパートで一人暮らしを始めたんだが、これはその部屋のほんのりな話。おかいたを毎日のように見ている俺は、当然オカルトが大好きだ。大学へ進学して一人暮らしをすることが決まっていた俺は、
以前から考えていた計画を実行した。部屋を借りるとき、何かいわくつきの物件に住む。でも、これはそんなに簡単じゃなかった。普通に不動産屋に、何かいわくのある安い物件ありません。なんて聞いても、答えてくれない。大手のよく名前を聞く不動産屋を諦めて、個人っていうのかな？小さい不動産屋を何軒も回ったよ。それでようやく見つけたのが八王子にあるアパート。大学は渋谷だから親には何を考えているんだと言われたけど、適当な理由をつけて説得した。こうして俺は、念願のいわくつき物件へ入居することができたんだ。そのアパートの部屋は 2DK で、玄関から入るとダイニングキッチンがあり、その奥に4畳の和室、その和室の隣に6畳の和室がある。八王子の駅から遠い同じような間取りの家賃相場がだいたい6から9万円の中で、俺が借りた部屋の家賃はなんと1万8千円。家賃の話を聞いたとき、俺は、心から喜んだよ。これは期待できる。でね。そして、不動産屋のおじさんに連れられて実際に部屋を見に行ったとき、俺は、期待通りの展開に思わず小躍りしそうになった。上に書いた間取りにある4畳の和室と6畳の和室を区切る襖に、これでも買ってくらいお札が貼り付けられていたんだ。この時に念を押されたのは、6畳の部屋へは決して入らないこと。襖を開けるのはもちろん、お札も決して剥がさないこと。だった。これらの約束さえ守ってくれれば、特に危ないことなどは起こらないとのこと。残念なことといえば、その部屋で何があったのか？約束を破るとどうなるのか？ということだけは教えてくれなかったことくらいだろう。何はともあれ、俺は、喜んで契約を交わし、3月の中旬には荷物をそこへ運び込むことになった。そして荷物を運び込む当日、俺は、引っ越しを手伝ってくれる友人 A、B と共にアパートへ到着。この二人の友人もオカルト好きであり、俺の話を聞いたら喜んで引っ越しを手伝ってくれたよ。二人とも実際の部屋の様子を見て大はしゃぎ、俺たちは異常に高いテンションで荷物を運ぶ作業を続けた。それが終わったのは夕方の4時くらいかな。少し疲れていたけど飯でも食いに行こうと近くのファミレスへ。その間中も、あの部屋何があったのかな？などと部屋の話題ばかりだったね。札を剥がしてみようって意見もあったけど、俺は、とりあえず経過を見たかったからその場は断った。そうやって話しているうちに今日中に帰る予定だったのを止め、今晩は部屋にみんなで泊まろうということに。コンビニで食料などを買い込み、部屋でまた盛り上がるけど、さすがにその話題ばかりじゃ飽きてくる。電気も来てないからテレビも見られないし、昼間の疲れもあってか俺たちは多分22時くらいにみんな寝てしまった。そしてみんなが寝静まった深夜、俺は、ある物音で目を覚ました。近くでガリ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 という音がする。寝ぼけた頭で、何の音だろう、と思ったが、自分がいる場所を思い出して一気に眠気が飛ぶ。そうだ、俺は、いわくつきの部屋にいるということは、この音は隣の部屋からだ。そう考えた俺は、部屋を隔てるお札がびっしりと貼られた襖へ近づく。ガリ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 やはり音は隣の部屋からだ。恐ろしというよりも、俺は、興奮のためにブルブル震える。そして、A と B にもこれを知らせなければと思い、寝ている二人を叩き起こした。二人とも何事かと目をこすっていたが、隣の部屋から聞こえる音に気づくと途端に目を輝かせる。おいおい、これって、マジかよ、心霊体験とか初めてだぜ。二人は確かそんな感じのことを言っていたように思う。三人で襖の前に近づき、再び音が隣の部屋からすることを確認。そのうちに A が襖を開けようと言い出したが、俺と B は固くなに拒否。俺は、オカルト好きではあるが、やはり怖い。そうしている間もガリガリという音は隣の部屋からし続けている。じゃあどうするんだよ、音だけ聞いているのか？と軽く言い合いになったが、
そこで B が意見を提案した。ベランダは部屋またいで繋がってるじゃん。三人で隣の部屋のベランダに面した窓から中を見てみよう。と。確かに、それならばなんだか安全そうな気がするとのことで、俺たちは男三人で寄り添うようにベランダへ出る。でも、そこで三人とも腰を抜かしそうになったね。隣の部屋のベランダ側の窓にもびっしりとお札が貼られていたんだよ。雨風にさらされて風化したお札、そして最近貼ったような新しいお札、とにかく大量のお札がそこにあった。ってことは何か？襖だけじゃなく、この窓も開けたらまずいってことじゃないのか？不動産屋のおっさん言い忘れやがったな。自分で望んで部屋を借りたくせに、俺は、身勝手に不動産屋のおじさんに心の中で文句を言った気がする。そして、ビクビクしながらも俺たちは三人で隣の部屋の窓へ近づき、中をそっと覗き込んでみる。何もない。幽霊が畳か襖でもかきむしっているのかと想像していたが、月明かりに照らされただけの暗い部屋には何もない。ただ、ガリガリという音だけが聞こえるだけだった。何も見えねえぞ。音はするのにな。誰も何も見えないか？俺たちは口々に小さな声でつぶやく。安心したような、がっかりしたようななんだかしらけた俺たちは大きく息を吐き、ベランダに座り込む。やっぱ札剥がしてみねえ？確か A はそう言ったと思うその瞬間だった。突然、バン。と隣の部屋の窓が叩かれる音がして、俺たちは惹かれたように一斉に窓の方へ目を向ける。そこには白い T シャツを着て、黒い髪を振り乱す上半身だけの女の姿があった。そして、真っ黒な穴だけの目を俺たちの方へ向けながら狂ったように両手で窓をバンバンと叩き、ああ、ああ、と低いうなり声を上げている。俺たちは完全に腰が抜けてしまってその場から動くことができず、女からも目をそらすことができない。その間も女は窓を叩き続けており、今にも窓が割れて、そこから出てきた女が俺たちを襲うのではないかと思えた。どれくらい俺たちは女を見ていたのか突然、B が立ち上がり、俺と A の顔を平手で引っ叩く。おい、逃げるぞ。B の平手打ちとその言葉で俺と A もようやく発したように立ち上がって、三人で部屋から飛び出した。その後は急いで車に飛び乗って、夕方に食事をしたファミレスへ駆け込んだよ。やがて朝になり、明るくなってから俺たちはアパートの部屋に戻った。ベランダから隣の部屋を覗いてみたけど、そこに女の姿はなく、何事もなかったかのようだ。やべえ。マジ怖かった。あれれいだよな。喉元すぎればだろうな。俺たちは興奮して口々に昨日のことで盛り上がった。そして現在、俺は、その部屋に住んでいる。ガリガリという音も1ヶ月経たないうちに慣れ、今では音で目を覚ますこともない。ただ、夜のベランダだけはさすがに怖くて出られない一人であれを見たら、きっと耐えられないだろうし。不動産屋に聞いたところ、今のところ約束を破って襖や窓を開けた人はいないそうだ。実際にお札を見て契約を止めたり、契約しても音を聞いたり、あれを見てすぐに引っ越してしまうとのこと。何があった部屋なのかは未だに教えてくれないため、俺と A、B はそれを調べている途中だ。もし、身を守れるという絶対の保証があるのなら、いずれは襖も開けてみたい。訳あり物件で思い出したけど、最近訳ありブームじゃないですか。バームクーヘンの端っこ、過剰生産して売れ残ったスイーツ。売れ残ったら食べられなくなる商品を大量買い付けとか。この前、そういう訳あり物件を特集した番組があった。まさか不動産の訳あり物件を紹介しないだろうと思ってたら、そういう物件まで紹介して驚いた。分譲だけど墓地が見えるだけで、付近の土地で推測して、2000万近い物件が600万円まで落ちてる。墓地が見えるだけなんですよ。
とか言ってたけど、その墓地が見える方角の窓にだけ厳重にブラインドやら、カーテンやらがかかっていたから、多分いろいろなことが起きそう。八王子か日野だったので誰か人柱希望ぬー。ちなみに、隣とかにも普通に人家が立ってるから全然怖くないと思うよ。墓地が見えるだけで、その金額は怪しいね、わら。賃貸なら借りる人が虚そうだが、600万の物件を買うのは厳しいだろうね。本当に墓地が見えるだけなら、1ヶ月だけ賃貸。手付き代わりに20万程度入金。その後に購入とか無理なのかね。お隣さんはもう3年も誰もいない平屋の家。なのに屋根融雪の工事するわ。誰も間なくなった後に。5から10時くらいまで今の電気が自動的につく防犯設備まで入れるわ。こないだは植木屋さんまで入れて庭きれいにしてた。なんでそこまでして家守ってるんだろう。そこの息子さん、独立して立派なお家を町内にもう建てたから。残す必要ないんだよね、築40年クラスの特に広くもない平屋なんて。金がないから潰せないってわけもないし。金がないならそこまで職人使って整備なんかしないし。バッチャに尋ねたら、あそこの家は屋敷神にお稲荷様呼んでるから。いらなくなったからっておいそれとは潰されないんじゃないの？とのこと。ああ、あのでっかい灯籠か何かと思ってたのは、屋敷神の祠だったのかと初めて知った。やっぱり人の都合で祭るのやめたり潰したりすると怖いんでしょうか。お稲荷様は特に気を使えっていうよね。まあ、頼るだけ頼って放置じゃ誰だって怒るだろうけどね。お稲荷様など動物霊は、願い叶えてもらってお礼参りしないと怖いことになるから気をつけよう。先祖七代までしかねない。不遂とは思うが、先祖に七代遡って何が起こるというのか？祟られる。九州の有名な心霊スポット、愛峠での話。現在は旧道旧トンネルともに封鎖されているが、そこにまだ入れた頃。とある学生たちの男女グループが、一台の車に乗り合わせ、肝試しに訪れた。使われなくなったトンネルの中央あたりに車を止め、彼らは外に出て、縁になってしゃがみ込みたいもない話をしていた。何も出ないじゃん。などと軽口を叩いていると、グループのうちの一人の女性、A とする、が、じっとトンネルの入り口を見つめていることに彼らは気がついた。どうしたの？と問いかけると、A はそれに答えず、バッと後ろを向いた。そしてすぐさま A は勢いよく振り向くと、鬼のような様相で、車に乗って、と叫んだ。え？と戸惑う彼らをドアの中に押し込むように車に乗せた後も、早く出して、早く、早く、と、運転手を殴らんばかりの勢いで叫び続ける。その剣幕に押され車を発進させたのだが、A は、まだ錯乱状態、何を問うても答えにならない。と、その時、運転席のドアが、外側からガンガンとなった。何かを叩きつけるような激しい音。思わずスピードを緩めかけた運転手だが、A がなおも、いやぁ、逃げてぇ、と叫ぶので、アクセルを踏み直し、トンネルを抜け、しばらく走ったあたりのコンビニの駐車場に車を止めた。その頃には、A はようやく叫ばなくなってはいたものの、ひくひくと泣いている。時間をかけて落ち着かせ、何があったのかを問うと、しばらくは黙ってうつむいていたが、やがて小さな声で、ぽつりぽつりと A は語り出した。みんなで、トンネルの中に座ってた時にね、入り口の方で、ライトが光ったの。二つ見えたから、車だって思ったのね。
誰か入ってきたんだ、邪魔だから移動しなきゃって思ったとき。その、光が、すごいスピードで、私たちを、すり抜けていったの。びっくりして振り返ったらその車が、U ターンしてこっちに来たの。だから、逃げなきゃって思って。A の他に、その光を見た者は誰もいなかった。にわかには信じられないと首を振る皆に、A はなおも続けた。その後運転席のとことのドア、すごい音がしたでしょ。あの時、追いついてきたその車が、私たちの車の真横を走っててね。おかしいよね。そんな車幅なかったでしょ。その通りだった。おじさんが、運転席にいておばさんが、助手席にいて。それで助手席のそのおばさんが、窓開けて、こっちに乗り出して。私たちの車をバンバン叩いてたんだよ。誰も見えなかったの。ねえ。誰一人、口を開く者はいなかった。確かに車のドアは激しくなっていた。けれど、そんな車は見えなかった。再び A は泣き出した。落ち着かせるため、運転手が飲み物を買いに行くと車の外に出た。何気なく振り返った彼が、ものすごい叫び声を上げた。車外に飛び出した者たちが見たのは、白い車のドアに無数に浮かび上がる、真っ赤な血の手形だった。愛峠には決して、白い車で行ってはならない。ほんのり怖い話をいくつか書かせてもらいます。自分が幼稚園に行くか行かないかくらいの年齢だったと思う。親父が会社のソフトボールの試合に出るからついて行った。親父の同僚の子供さんたちも来てて一緒に遊んでもらっていた。そこはあまり遊具もない場所だったので遊ぶものを探していると。子供乗せた毛くらいのフェンスがありその前にレンガが積んであるところを見つけそこで遊ぶことになった。みなフェンスやレンガに乗ったりして遊んでいた自分は最初ビビって乗らなかったが、楽しそうに遊ぶ他の子を見て乗ってみることにした。恐る恐る乗ってみると思ったより怖くないじゃんなどと思った瞬間。足を滑らせた足首の少し上にレンガがかすりそのまま膝付近まで一気に。皮がめくり上がったうまく説明できないけどピーラーなどで足首から膝まで一気に皮を剥ぐのを想像してください。あまりの痛さに動けず他の子供がすぐに親父を呼んでくれてすぐさま病院に連れて行かれことなきを得た。大した怪我じゃなかったけどあの血まみれの足は死ぬまで忘れないと思う。火葬場の話。工事現場の人たちが話してたのを聞いた話。ある火葬場が古くなり建て直すことになったらしく。壊した後に重機で掘り起こしてたら大量の人骨が出てきたとのこと。どうやら余った骨を捨ててたらしい。その話をしてる人たちが火葬場で作業中に実際に体験したことらしいが、いやあの時浜行ったよなんて軽いノリで話してたから。その時はあまり怖くなかったけど真面目に考えるとやっぱ怖い。今起きたんだけど、口の中に髪の毛が3本入ってた。気持ち悪いし怖お。自分のより3センチメートルぐらい長かった。口の中すげえ嫌な感じ。普通に実体験で不思議でもなんでもない話です。子供の頃、母と母の会社の人たち、他の人も家族で来てた。都会水浴に行きました。数人の人がゴムボートに乗って沖の方へ行くというので、私は、浮き輪をつけてゴムボートについてる紐みたいなのに捕まってついていきました。結構進んで、浜にいる母たちが小さくなってきたなぁと思った頃、海の深さはどんなもんなんだろうと水中メガネを装着して、ゴムボートの紐から手を離して頭だけ潜ってみました。すると思いのほか、というかものすごく深くて海の中が緑色でした。記憶が曖昧なのであれですが、普
深さ2メートルくらいはあったように思います。それに驚いた勢いで浮き輪から落ちてしまい、溺れそうになりました。ゴムボートに捕まろうと手をパタパタさせましたが、溺れかけている私に気づいていないのか。もう近くにはいませんでした。浜にいる母は異変に気づいていないのかと、両手をバタつかせつつ浜を見ると、ほとんどの人が私の方を見ています。ですが顔が笑っているのです。こちらは必死にもがいているので、水しぶきや浮き沈み。であまりよくは見えませんでしたが。でも表情はみんな笑っていました。なんとか自力で身につけていた浮き輪にしがみつき、そのままバタ足で浜に向かいました。母は、まだ笑っていました。みんなで、あれ、溺れてるんじゃない？って思ったけどその姿が笑えてきちゃって、と言っていました。私がもがく時間が長いので、会社の部長さんが私を助けようと海に入ろうとしたところで、自力でなんとかしたので、まあ、よかったよかった、と言っていました。大人って怖い、と思いました。別に母には落胎を受けていたとかそういうわけではありませんが、天然なところはあります。で、その部長さんなんですがすごくいいおじさんで、私のことをよく可愛がってくれる人でした。単身赴任をしていて、奥さんとお子さんと離れて暮らしている人でした。の話と同じ年の暑い日、会社が夏休みか何かだったと思います。その部長さんと連絡が取れなくなったようでした。心配した奥さんが部長さんの部屋を訪れると、お風呂場で亡くなっていたようです。ビールが大好きな人で、飲みながらお風呂に入っていてそのまま心臓発作でとのことでした。私は、風呂耐性がないので見たことがないのですが、スープおじさんに似た感じでしょうか。湯船の中で溶けて亡くなっていたそうです。あんな面白くていい人がと子供ながらに残念に思った記憶はあります。オチもなく長々失礼しました。夏だとこの世のものとは思えない異臭が充満してたと思う。まあ溶けはしないし形くらいは残ってたろうな。何分20年ほど前の話なのと、私は見ておらず話を聞いただけなのですが、お風呂は今と違い置いた気ができるタイプだったようで、お湯の中の部分が溶けていたとか、骨がどうとかは聞いてないです。使っていない部分は溶けてはいないけど、腐乱していたそうです。今の給湯器も、置いた気できるタイプがいっぱいあったよ。リモコンで温度管理できるし、お湯が減ったら、自動で足してくれる機能がついてるのもあった。取り替えようと思ってカタログもらってみたけど、種類の多さに訳がわからなくなった、わら。全然関係ないけど、一人暮らししてた時のこと。寝返り打ったところ、一瞬生暖かい何かが頬に触れた。布団や枕じゃない、人の体のような感触。飛び起きて電気つけたけど、そこには何もなかったし。誰もいなかった。その夜は電気をつけたまま寝た。数日は寝返り打つのが怖かった。ある晩、無意識に寝返り打ったら、腕にガサゴソする感触が。ゴキブリの真上だったらしい。生暖かい何かのことは、それ以来忘れた、わら。中学の時の話だけど、2年生になって仲良くなった友達の家に行った時、その友達の部屋が変に臭ってた。消臭剤の匂いと、生臭さみたいな。なんかゾッとしてそれとなく聞いてみたら、家の外に猫の死体があったから、解体してみた。とか真顔で言いやがった。結局その友達とは高校までずっと一緒だったんだが、普段は良いやつなのに、たまにおかしくなったりして怖かった。子供の頃、親が出かけてて一人の時に、風呂を焚きっぱなしで出かけちゃって、夜帰ったら、浴槽がボッコンボッコン沸騰して風呂場全体がサウナみたいに熱くなってて、石鹸は見事に溶けてた。
数日前、台所にいる親に話しかけながら犬を撫でて遊んでいた。会話が途切れて数分、誰かが横切る足が見えた。親が仏壇に行ったのだろうと思っていた。そしたら、親が今から出てきた。俺が見た足は誰のものだったのだろうか。妖精さん。本当の話ならご先祖様だろう。仏壇に手を合わせるだね。数年前家の庭でお袋がキュウリを植えていたら、近所のおっちゃんに、ここいらでキュウリ作ったらたたられっぞ。昔、そんなの迷信だ。と言って何人か作ったやつがいたが火事になったり死んだりした。近くの神社に、雨に関係する神様が祀られている。その神様がキュウリは許さないらしい。と言われ、ビビったお袋は実家、自宅から10キロ、の母親に聞いてみた。おばあちゃん家の片端最初に取れたキュウリを備えれば OK でその後は作っていいし食べていいらしい。親父の実家ら辺では、おっちゃんに注意されたとこから2キロは慣れたところ。要はその神様を信仰している人は備える。信仰してなければ OK。作った家が食わなければ OK。とかなんとかいい加減、わら。そこで京都小屋に、自宅からすぐ近く、行って聞いてみた。俺、ここいらはキュウリ育てたらいけないんですか？たたられるとか言われたんです。とこや、たたられるとかは知らんが〇〇らへんはかぼちゃはダメとか。〇〇は人参とトマトだけしか作ったらダメとか、〇〇は、RY。この話を聞いて思ったのは、昔は同じ作物をみんなが作ったら売れないからたたりとか嘘の情報をくっつけて、作らせないようにしたのかな？それか噂を広めた人がその野菜独り占めしたかったのでしょうか。何の変哲もない町一帯でこんな怪しげな迷信があるのだから全国中にありそうですね。すごく面白い。たたりでその辺一帯で作れる作物が決まってるんだ、わら。うちの田舎はかぼちゃがダメだった。理由も一緒でたたられるから。それで以前調べたことがあるんだが、土壌でその作物が育ちにくいというのが理由だったらしい。育たない。植えるな。たたりがあるという風におひれがついたもの。現在は肥料の充実でどんな作物でもある程度育つから。育てる人も増えて、その派生で最初に収穫されたものは神様に捧げるとか。普通に栽培する人も多い。民族学的に解釈するとこういうことなんだろうね。非常に興味深くて面白い。平正門を信仰している人たちはキュウリはダメだと聞いたことがある。だが理由は知らない。ただ302の地域は多分それとは無関係だとは思う。わら。まさかこんなに反響があるとは、いろいろと情報ありがとうございます。情報を読んでいく上で気づいた点があるし、この際面倒なのである程度の地域載せます。キュウリ現場は千葉県野田市。合併前は旧館宿町側です。で、親父と床屋さんも同じ。母方の祖母は館宿との合併前も野田市だったところ。つまり昔は隣町です。はあくまでも自分個人の憶測なのでご了承を。平正門と聞いてピンときたのが旧館宿から20キロ弱は慣れた隣の町に言われがあります。正門が首をはねられてから首がどこかを目指してピューッと飛んでいるとき。疲れたのでしょうかね、一休みしたと言われる場所がとある高校の裏の方にその跡地があります。今でも正門休憩跡地は心霊スポットらしいし、おかいたで話が出ているのではないでしょうか。もしかしたらそこから広がって館宿へ正門信仰が伝わったかも。しかし昔の距離にしてみれば結構な距離があるのでどうかとも思いますが。
利根川と江戸川を利用した船でなんとかなるかな。隣町に坂東市があり、その地域はやたら将門ゆかりと掲げているので関係ある？将門の〇〇、みたいな看板見るし。でもそこは旧岩石なので将門関係ないかな。ちとその辺はわかりません。キュウリの断面が青いのもん。徳川に似てるというのは関係あるかも。徳川と聞いてピンときたのが旧館宿町は江戸時代の城主に、松平さんが在籍していたというのを地元の博物館で見ました。確か松平さんは徳川の血筋だったようですね。その後老井に栄えた。現在は寂しいです。のでキュウリの断面情報は町の人らに影響を与えたとも言えますね。その手の話は聞いたことあるけど、かぼちゃ人参トマトが出てくるのがこの話の面白いところ。先々週別れた彼女から呼び出され、昨日会ってきた。呼び出されたファミレスには元カノと知らない女。元カノは一週間やそこらでこんなに、とうどろくほど痩せこけ、青い顔。隣の女は何かアジアンな服を着たメガネ子で、向かいに座った俺を睨みつけていた。復縁話？まさか子供できたとか言わないよな？とか考えながら話を待つ。ぶっちゃけ復縁する気は全くなかった。別れた原因は俺の浮気なんだけど、俺が別れを決断した最大の理由は浮気を知った元カノのメンヘラな行動が怖かったからだ。続き。浮気相手に呪いの手紙を何十枚も送りつけ、俺の気持ちが返ってくる儀式を行い、恋人同士なのにストーキングされた。デジカメでブログネタを撮影しようとしたとき、偶然映り込んだ赤外線盗撮カメラを発見し、別れを決断した。話が始まらないのでドリンクバーからコーヒーを持ってくると、意を決したように元カノが口を開いた。元カノ、もう、私に呪いをかけるの止めてください。絶句した、わら。呪いなんかかけてねえ、わら。黙り込む元カノに号を見やしたのか、隣の女が話し始めた。続き。何か自分用型とか多くてわかりづらかったが、ようやくするとこうだ。俺と別れてから、証拠りもなく復縁のおまじないとかやってたらしい。問い詰めたらそう言った。そしたらある日の朝方、部屋にヤバい霊が数体現れた。水晶とアラジオ、聖書での浮世目で退けたが、それからいろいろな霊が入れ替わり立ち替わり現れるので怖いし眠れない。もう復縁しなくてよいから、呪いを解いてほしい。そんなことを切々と語られたよ。続き。俺は、呪いなんかかけてないし、そもそもかけ方も知らないと何度説明しても納得してくれない。結局話し合いは平行線で帰宅した。帰宅後、なんとなく元カノがやってた復縁のおまじないが気になりググってみたら頭痛くなった。元カノのおまじないは以下のようなもの。1、俺との思い出のぬいぐるみを切り、面を抜き込めを詰める。2、そこに俺と元カノの髪の毛を入れ、運命の赤い糸で縫う。3、聖酒を満たした洗面器に浸し、ぬいぐるみに向かって、〇〇、俺の名前、帰ってきて、と何度も言う。4、最後にぬいぐるみのハートにペーパーナイフを刺す。キューピッドの矢？そんな感じ。これってちょっと違うけど、一人かくれんぼ、だよね？一応元カノにメールで一人かくれんぼのやめ方は教えた。何かすげえ怖かった。
今日の出来事。自分は社長の家と事務所が一緒になってる小さな会社でバイトしてる。昼過ぎ頃一人で事務所で作業してたら、社長の家のチャイムが鳴って、誰かが来たみたいだった。家の方の来客は応対しなくていいって言われてたからそのままにしてたら、しばらくして事務所の方に派手な T シャツを着たおばあさんがやってきた。それで自分に、この辺りで有名な霊媒師を知らないか?って聞くから、心当たりもないし、わからないと答えておいた。そしたら、家の人誰もいないの?今、玄関から見たらガラス障子の向こうに、人影が見えた。って言うんだよ。誰もいないって言っても、ガラス障子に人影が見えた。って何回も繰り返しながら、両手で人の形をしてみせる。しばらくしたら気が済んだのか帰って行ったけど、何だったんだろうあの人。そもそも何の用事できたんだろうか?霊媒師役とグルになって営業している新手の詐欺。別にオチとかはないんだが。うちにさ、毎月とか多い時は毎週、少ない時は何ヶ月に一回。とか期間や時期に間があるが、毎度決まって。金曜日の1時半頃に3コールだけ電話が鳴るんだ。固定電話だし、金曜だから酔ったおっさんとかが飲んだ後に間違えてコールしてんのかなぁ。とか思ってるんだが、の割には毎回、3コールで電話が鳴りやむ。電話取ってみようかな?とかたまに思うんだが、怖いことになったら嫌だし。毎度取れずにいます。何なんだろうね。以前テレビでやってたけど、いたずら電話の大半が知り合いがかけたものなんだってよ。金借りたとか何か心当たりはないか。とりあえずナンバーディスプレイにして非通知は拒否れ。それは怖い式になるな。俺なら電話取って毎週毎週何の用だバカ野郎。間違い電話だこの野郎。文句悪化。って言って切るな。兄から聞いた話、自分的にはゾッとしたので。兄が10代の頃に内装の仕事で兵庫県の M 団地に行った時に体験した話。その日は兄と内装屋の息子さんと先輩の3人で夜中の1時過ぎまで作業してたらしく。途中で先輩に団地下に止めてある車に道具忘れたから取ってくるように頼まれたんだって。早速階段を降りて車の後ろから道具を取り出すために開けようとして手をかけたとき、車が揺れてるのに気づいたんだと。車の窓にはスモークが貼られてたんだけど、とりあえず何か車内にいるのかと、目を凝らして恐る恐る見てみた。よく見ると、長い髪に病院できるようなパジャマ?姿の女が運転席に座って上。下に揺れてるんだって。最初は車上荒らしかと思ったが、その動きが異常すぎて全身鳥肌がぶわーって。だって、怖くて急いで階段登って先輩たちのいるところまで走ったんだって。ついてすぐ先輩に、車内に女の人いました。って言ったけど最初は、嘘やろうとか。言われて信じてくれなかったみたい。それでも兄が尋常じゃないくらいに震えて訴えてるもんだから、半信半疑で二人。が下の車を見たら、まだ揺れてたからびっくりしながらも信じてくれたみたいで。先輩も話を聞いてすぐ車上荒らしと思ったらしく、急いでみんなで見に行ったけど、その時にはもういなかったみたいです。車内がこうされた形跡もなく、あれは何だったのか結局はわからないそうで。ただ、そこの団地は飛び降り自殺で有名なところだと後で聞かされたんだそうです。先日電気をつけたまま寝てしまった時のこと。呼び鈴が鳴ったのでとりあえず出ると、カーキ色のシャツを着たじいさんがいた。
お世話になりやした。どうも、今までありがとうございました。私は、その間、どちら様で、どなたですか？と聞いたんだが、それだけ。と思ってたら夢だったらしく、電気つけたまま布団に寝てました。じいさんの顔は黒く斜線が入っているというかぼんやりとしていてよく思い出せない。仕事が介護系なんで、もしかしてと思ってそれとなく上司に、誰か亡くなったりしてませんか？と聞いてみたけど、あれば施設とかケアマネから連絡来るし、ここ何日かはそういった話は聞いてない。とのこと。施設に仕事しに行って、帰るときに施設の方に呼び止められて。こないだ入院した〇〇さん、亡くなったんだけど、聞いてました？と。生活保護受けてたし、家族もいるにはいるけど遠くに住んでて、バタバタしてたらしく会社側に連絡が遅れたらしい。よくありそうなテンプレ的な話だけど、律儀なじいさんだなぁ、ってしんみりしたわ。いい話だ。当時、私は、5歳くらい。7歳年上の姉にどうしても遊んでほしくて。2階にある姉の部屋で、遊ぼうよ、遊ぼうよ、とだだをこねていた。その日は晴れていたが、窓とカーテンは閉め切った状態だった。すると、突然、窓の外を黒い影が通り過ぎるのが見えた。姿は見ていないが、子供ながらに着物を着て。髪をアップにまとめた女性だと感じた。それを同時に見ていた姉は恐怖のあまり発狂。足元は歩いているような動きがなく、平面で動くエスカレーターでスーッと過ぎていった感じ。しかし、うちの屋根は三角になっているので、もしその女性がそこを通っていたとしたら、斜めに移動するはずだが、直立不動のまま、まっすぐ通り過ぎていった。当時は、影の原理がわからなかったので、室内にいた私たちのどちらかの影が映ったのかな、と思っていたが、よく考えたら、私たちは、それに見とれていたので、全く動いていない。窓の外には庭があったが、2階の部屋の高さを歩いて通れるような道はなかった。その後、姉は高校卒業して家を出るまで、その部屋で霊現象に悩まされていた。私は、姉が家を出てから、その部屋で過ごしていたが、何も感じなかった。たまに、金縛りとかあったけど、思春期だったからだと思う。しかし、なぜか土をスコップでザクザク掘るような音は毎日聞いていた。何も違和感感じなかったけど、今思えば変な話だな、と思って書いてみた。これはなかなか。481、です。八尺様、について調べてみました。実家は、青森県南部のど田舎で、八尺様、が2メートル40センチメートルくらいあるとしたら、2階の高さまで到達できるかもしれないですね。私は、ポポポ、とか聞いていませんが、発狂した姉がどうだったのか、今メールで聞いてみました。これは八尺様のたたりだな。今から7年くらい前の話。コンビニの深夜のアルバイトをしていた時の体験。そこのコンビニは目の前に大きな団地がある店で、当時は都内の同じ地区内の中でも、トップ3に入るくらいの売り上げを持っていて、常に客がいるような感じの店だった。深夜でも4から5時くらいじゃないと客がいないってことはないくらいの。世間はコンビニの深夜営業がもう日常に定着してるせいか、深夜2時とかでも5から6歳の子供連れた家族とかが普通に来る。子供の健康に悪い気がするが、
その日はそんな遅い時間ではなかったけど、だいたい12時くらいに。売り場内とは反対の壁際を向いてレジカウンター内で、チェックシートに終了した仕事のチェックを入れていた作業していた。その時後ろの売り場の方から子供の、うふふ、というか、うきゅきゅ、って感じの、子供の笑い声が聞こえた気がしたんだ。先に言った通り遅くに子供が来ること自体は全然珍しくもないし、子供は結構好きなので、どんな子供かなと見ようと思って振り向いたんだ。そしたらレジのカウンターの正面のコーナーに、女がいたんだ。肩ぐらいあるストレートの黒髪で明るい黄色系の色の OL 風のスーツみたいなのを着て、左手に女性が持つような小さな肩下げバッグを持っていた。服装は至って普通だが、その立ち方が異常だった。足は肩幅くらいに開いてグラグラしていて、腕も少し怒り方のように開いていて、こう垂れているせいで肩ぐらいある髪が顔を全部覆って、どんな顔か全く見えない。それが頭をゆっくり左右に振っている。その度に、ヒュッ、ヒュッ、手の動空気が通るような音をその女が発している。ぶっちゃけ、口角とただの酔っ払いだな。俺もそう思って。うわぁ、怖いよ。って感じでまたチェックシートに記入する作業に戻ったんだよ。別にその女は買い物をレジに持ってきてたわけじゃなかったので目をそらしたかったんだ。子供の笑い声のことは女のあまりのインパクトで忘れた。というか、店内にいたかどうかもわからない。そのまま2から3分ほど作業をしてると不意に空気の流れを感じた。店のドアは開け閉めの際に結構空気が流れ込むので新しい客か立ち読みが帰ったのかと外を見ると、さっきの女が店の前に止まっている車の後部座席のドアにへばりついて中を覗いている。両腕で覆いかぶさるように車にもたれかかって、髪の毛で見えない顔をガラスにくっつけている。そのあまりにも異様な光景に、うわぁ、怖いよー。と思ってまた目を背けたんだ。俺の見たものは異常で、山も落ちもない。ただの酔っ払いの女。と言われればそれまでだけど、その異様さを目の当たりにした時の衝撃は忘れられない。先週の朝、出勤時に黒い人影を見た。場所は橋に登る道と堤防沿いの道に合流するための道との分岐点。車線が一時的に増えるんで、中央分離帯みたいなものがあるんだけど、そこに人影があった。ちなみに近くに歩道橋もあれば横断歩道もあるんで、よほど急いでなければ普通そんなところに人は入らない。まあそれだけなら別に怖くもなんともないんだが、その人影が異様だった。真っ黒だった。全身黒ことごとく目とかそんなレベルじゃない。例えば影だったら影が映っている場所の G 色とか、あるいは他の場所からの反射光で微妙に薄くなるけど、その人影は完全に黒のみ。黒以外の色がない。その時は普通に素通りしたし、ただの錯覚だろうと思っていたんだが、その後また見た。時間は以前見たのとほぼ同じ時刻。ただ場所が橋を渡った向こう側の同じような条件の場所だった。二回目となるとさすがに気になってちょっとだけ観察した結果報告。形としてはっきりわかるのは帽子をかぶっていること。つばが大きいので、多分麦わら帽子とかそんな感じのもの。それ以外だと髪が多分肩あたりまであるんじゃないかと思った。服はわからない。ただ、体格からして子供か女性じゃないだろうか。少なくともやや小柄な成人男性である俺よりも小さいような気がする。それ以外の情報は、まるで読み取れない。目や鼻や口があるはずの部分も黒すぎて凹凸すらわからない。結局その2回だけしか見てないけど、何だったんだろう、あれ？真っ黒だった。
全身黒ことごとく目とかそんなレベルじゃない。それ、名探偵コナンの犯人だろ。金田一の方かも。ほんのりなことが起きた。今バイト先から書き込んでる。店長すまそ。駅からここまで歩いてきたんだけど、道のりの一部の記憶がないんだ。この時期になると日差しがすごい道で、日傘を差してきた。途中車道脇に車が止まってて、車体に反射した光が眩しかったから。傘を傾けて視界を遮ったんだ。通り過ぎて日傘を上げると、先に信号機が見えてきた。赤だった。あれを渡ればバイト先までもうすぐだ。今日は珍しく他の信号には引っかからなかったなぁと思った時に、他の信号を渡った記憶がないことに気づいた。愕然とした。ここに来るまでに二つ渡ってないとおかしいのに、渡ってない。というか渡った記憶がない、だと思う。時間はちゃんと歩いてきた分くらい経過していた。ワープしたとかだったら、超体験だ嬉しい。って慣れたのに ORZ。よく見る風景なので、印象に残っていないだけじゃないの。朝の通勤時に15分くらい車で走った記憶がないことは結構あるよ。似たようなことはよくあったな。昔、新聞配達をしてたんだが、配達の途中の記憶がほとんどないことが結構あった。一部覚えてないというよりも、一部だけしか思い出せないぐらいほとんど記憶がない。半分寝ながらやってたんだろうな。俺も新聞配達やってた頃、よくそういうことあったわ W。そういう時に限って新聞が余ることがあるんで、どこを配り忘れてるのかがわからなくて困ったもんだ。何しろ記憶がないんだからな。ここ、おもろいねえ。2チャンネル初投稿で勝つ。大した話ではないけれど、聞いてほしい。この話は俺がまだ20代になったばかりの話。ちょうどその頃、中学の頃の同窓会があったんだ。俺は中学を卒業すると、地元から引っ越していた。久々に会う仲間と盛り上がり、引っ越した先もそう遠くないこともあって、数週間後その中の数人、男女含めて、と再び会うことになった。仲間のアパートに集まって、酒を飲みながらプチ同窓会が始まった。最初は自分の近況など他愛もないことを話していたけど、だんだんと、オカルトチックな話題に。そんな話をしているとお約束通り、肝試しに行こうなんてことになって、俺は霊感はほとんどないので、ワクワクしていた。幽霊見てみたい、なんて不謹慎な考えだった。続く。夜中の3時ごろ、それぞれチャリンコに乗って、俺は抱きと二血してた。酒のせいもあるだろうけど、夜中なのになぜかみんなハイテンションで、地元では出る、という公園に向かった。その公園に向かう途中、久々に通る商店街を見て、俺、あまり変わってねえなぁ。ダチ、5年やそこらじゃ、そんな変わんねえよ。なんて話しながら懐かしい街並みを眺めていた。しばらく行くと、俺たちが仲間とみんなでよく通った銭湯が近づいてきた。あの頃は、夜、公然と外に出れるのは、友達と銭湯に行く。これくらいだった。帰りにコンビニでコーラやアイスを買い食いしたりするのが楽しかった。そんなことを思い出していると、その銭湯が近づいてきた。でも俺が記憶にある銭湯ではなくて、いわゆる、
入り口で男湯、女湯に分かれ番台があるような。入り口は一つで、ロビーにテレビとソファがあってカウンターでお金を払うみたいな。当時にしては、ちょっと近代的な感じ。二階層されていたんだ。俺は少しがっかりしながら、ああなんかこじゃれた感じになっちまったなぁ。出窓なんかつけちゃってよー。とその先頭から視線をそらした。続く。でもなんか視線を感じた。で、何気なくその出窓を見ると、当時の俺たちと同じくらいの年の女の子が両手で頬杖をつくような感じで、こっちを見てたんだ。顔もリアルに覚えている。服装もしっかりと。顔半分血だらけとか目がないとか、お描いたやホラー映画に出てくるようなベタな例だったらガテンがいく。でも、その子、履いたって普通。目がクリッとして、微笑んでいるように見えた。チェックのシャツに、両サイドに分けたお下げ髪。俺との距離はだいたい1メートルくらい。しっかり目が合ってしまって、もうダッシュで逃げた。二ケツのチャリンコを飛び降りて。チキンですまん。レイトかっていうよりそこに人がいたってことに驚いたのかもしれないけど。で、仲間も俺の驚きに便乗して驚き、数十メートル逃げたところで追いついてきた。仲間が、何があったの？え？先頭の出窓のところに女の子がいただろ。と俺が言うと、みんな、そんなの見なかったよ。だいたい、あの先頭真っ暗だったじゃん。口々に言う。そんなはずないって確かに誰かいた。俺はそう言って、みんなで引き返すことに。続く。その出窓から恐る恐る中を覗いても、そこは真っ暗で、静まり返った閉店の先頭のロビーだった。何か腑に落ちない気持ちでいた。夜中の3時ごろ、真っ暗な中、女の子が先頭のロビーに一人で何をしていたのか。俺がその直前、その出窓を見たとき、誰もいなかったはず。俺と目があって、確実に俺が驚いた顔をして叫んだときも、その子は表情一つ変えず、動きもしなかった。人形か何かと見間違えたのか？と引き返したとき、見間違えるようなものはなかった。考えれば考えるほど、混乱するので、そこの先頭の娘かなんかが遊んでたのか、よって見間違えたんだって結局思うことにした。しばらくして、その中の一人、いかえー、と会ったとき、そいつがこんなことを俺に言ってきた。ええ、あのさこの前、先頭で丸々、俺のこと、が、女の子見たって言ってたじゃん。俺、ああれ多分、見間違いだよ。酔ってたか先頭の娘とかだろ。ええ、それなら良いんだけどさ。ちょっと気になることがあってさ、B 組にいた C 子って覚えてる？B 組の C 子。俺と C 子は中学の3年間同じクラスになったこともなく、一言、二言話した程度の記憶しかなかった。顔もなんとなく覚えている程度。ただ、記憶にあるのは身体が弱いらしく、よく学校を休んでる。そんな噂を聞いていた程度だった。続く。これで最後です。ええ、それが、シーコ亡くなったんだよ。で、あの先頭の斜め前の路地を入ったところがシーコの家だったんだ。さらに。ええ、で、あの日がちょうどシーコが亡くなった49日だったらしい。お袋から後で聞いた。ええは霊感があるらしく、あの時は一人黙っていた。で、
今だから言うけど、俺も少し感じたんだよね。と言った。ええ、そん時見たの、シーコだったんじゃないかって思うんだよね。俺、なんで、俺だけ見たのさ？ええ、帰んないけど、あそこにいたメンバーでさ、同じクラスになってないの丸々だけなんだよ。その後、卒業アルバムを見た。卒業してから5年以上経っているので、断定はできないけど言われてみれば確かに似てるような。余計もやっとした。あれから10年以上経ってしまったわけだが。おそらく中学の仲間が集まって楽しそうにしているのを見て、顔を知っている仲間ではなく、顔を知らない覚えていない俺に、シーコがこの世の思い出に、顔を見せたのかな？なんて思っている。シーコのご冥福を改めてお祈りします。長々と多分にお付き合いありがとうございました。デジャブの話。俺も昔からよくデジャブを感じることがある。ただ、そのデジャブが、夢で見た、という感覚で起きる。予知夢を見たような感じ。面白いのがその予知夢、デジャブ、の中で、これ、夢で見たな、って考えてるってこと。実際に現実でその場面になると、その時も、これ、夢で見たな、って考えてんの。誇張の夢じゃないけど、その瞬間はどれが夢で何が現実なのか境が曖昧になる。実際は後からそういう記憶を作ってるんだろうけどね。ただ、たまに朝起きた時にその夢を覚えていた記憶まで出てくるんで、そこまで凝らなくてもいいのに、と自分自身に対して突っ込みを入れたりしてる。お前は俺か。ダチと二人で廃墟行った。有名な某病院。でまあ、恐怖を味わうわけだからゲージあるまいし二人一緒にってのもあれなんで。一回は俺、二回はお前、落ち合って交代みたいな感じで行こうと決めた。ただ、夜中だから俺は、ちょっと眠くて、一階の手前あたりで壁にもたれて、ちょっと寝てしまったみたいなんだな。というのもしばらくして、二階に行った友人が戻ってきたんだ。えらく早いなと思って見てたらなんか変。逆さまになって天井を四つん這いで這いながら戻ってくるんだ。おま www 逆さまとか www エイリアンかよ w ないわ w。どう見てもありえねえからこりゃ夢だなって思ったのよ。実際、気づいたら肩を叩かれて、ビクッとしたら友人がいる。お前何してんのよ、もう一回回ったのかよ。やべ、そんな時間経ってたのか。ああ、言った言った、なんもねえわ。同じだな。しかもあるらしいけど行く？ん？なんか眠い。次にしよ。チキンだなんだと言われながら結局は戻ることにした。ふと振り返ったら懐中電灯の明かりの中で、奥から手前まで、天井に手形、靴跡みたいのがいっぱいついてた。最近歩いて一駅電車賃浮かそうとした時、歩いて、立ち止まった場所が暗いと思ったが、左側が特に、気にせず携帯で地図検索。ふと車が走る道路を眺めていたら、白い人が立ったまま、腕を伸ばし指差しで方向を示している気がした。確かに地図も方向はそっち。はっきり見えたんじゃないが、そういうイメージが湧いた。ちなみに暗いと思ったらお墓があった。納得した。納骨に見えた。阪急に川かな、あそこは怖いね。線路沿いだけど、入院してた時のこと。同じ部屋に、意識はあるんだけど寝たきりのおばあちゃんがいた。ある夜消灯時間が過ぎても眠れなかった私がぼーっとしていると、
ズルッズルッと何かを引きずるような音がする。何の音だろうと思って何気に寝返りを打ってみたら、そのおばあちゃんが、顔だけ出して目をギラギラさせてカーテンの隙間から中を覗いてた。目が合うと似た後笑ってて、失神するかと思った。後で聞いた話によると、そのおばあちゃん、部屋に自分以外の人がいなくなると、ベッドを降りて床を這いずって他の人の持ち物を盗む癖もあるとか、ちょっと怖かった。怖い。もう何年前になるか、田舎のばあちゃんが亡くなった。生前、ばあちゃんはよくうちに遊びに来ていた。ある冬の土曜日、朝6時、ごろ目が覚めて1階のリビングに行くと3歳になる下の娘が一人で勉強している。一人で寂しくないの？と聞いたら、ばあちゃんもいるもん。って。え？って思い、どこにいるか聞くとリビング続きの台所らへんに微笑みながら、白い服を着ているらしい。恐る恐る近くに行ってみると、ある部分だけ、確かに線香とばあちゃんの匂いがする。私は、ばあちゃんが大好きだった。でも、倒れたと連絡が来てから車で2時間、間に合わずに、ばあちゃんの死に目には会えなかった。私は、大泣きした。だから会いに来てくれてると思った。少し嬉しかった。2、3ヶ月後くらい、また娘が朝勉強していたから聞いてみた。ばあちゃんはお母さんによろしくねと言って、上に行ってしまったらしい。台所の匂いはもうなくなっていた。怖さを超えて泣けてきた。5年くらい前の話なんだけど、俺、酒飲めないからいつも運転手させられてたのね。で、先輩に、俺の車貸すからつまみ買ってこい、って言われて、田舎だから、すごく遠くのコンビニまで買い物に行かされたの、一人で。真っ暗な山道を運転してたら、急カーブのところで後ろの座席から、ない、ない、って、か細い声が聞こえるんだよ。その時は、気のせいかな？と思ったんだけど、帰りもそこを通った時、同じように、か細い声が聞こえるんだよ。もう怖くなっちゃってもうスピードで帰ったんだけど、俺がスピード上げた途端なさ、ない、ない、ってか細い声が後ろの座席から聞こえるんだよ。で、泣きそうになりながらやっと帰ってきて後ろの座席を確認したら、振動に反応して、頑張るのねん、負けないのねん、って喋る、緑の巻き場王、の人形が、幽霊の正体見たりカレス好き、普段付き合いのいい同僚が、なぜか海へ行くのだけはガンとして断る。訳を聞いたのだがあまり話したくない様子なので、飲ませて無理やり聞き出した。ここから別れの語り。ただし、よって取り留めのない話だったので、俺が整理してる。まだ学生だった頃、友人と旅に出た。確か後期試験の後だったから、真冬だな。旅とは言っても、友人の愛犬と一緒にバンに乗ってあてもなく走っていくだけの気楽なもんだ。何日目だったか、ある海辺の寒村に差し掛かった頃すでに日は暮れてしまっていた。山が海に迫って、その合間にかろうじてへばりついているような小さな集落だ。困ったことにガソリンの残量が心もとなくなっていた。海岸沿いの一本道を走りながら GS を探すとすぐに見つかったのだが、店はすでに閉まっている。とりあえず裏手に回ってみた。玄関のひさしから大きな層がぶら下がっている。出入りに邪魔だな、と思いながらそれをかき分けて呼び鈴を鳴らしてみた。
すいません。ガソリン入れてもらえませんか？わずかに人の気配がしたが、返事はない。仕方されとんのかね。なんかムカつくわ。もう一度押してみや。すんません。しつこく呼びかけると玄関の明かりがつき、ガラス戸の向こうに人影が現れた。誰や？ガソリン欲しいん。今日は休みや。俺が言い終える前に、苛立ったような声が返ってくる。いや、まあそこをなんとか。あかん、今日はもう開けられん。取り付く島もなかった。諦めて車に戻る。これだから田舎はあかん。しゃあないな。今日はここで寝よ。当てつけに明日の朝一でガス入れてこうや。車を止められそうなところを探して集落をうろうろすると、GS だけでなくすべての商店や民家が門を閉ざしていることに気づいた。よく見ると、どの家も軒先にカゴや竿をぶら下げている。なんかの祭りやろか？それにしちゃ静かやな。風が強くてたまらん。お、あそこに止められんで。そこは山腹の小さな神社から海に向かってまっすぐに伸びる石段の根源だった。小さな駐車場だが、垣根があって海風がしのげそうだ。鳥居の陰に車を止めると、あたりはもう真っ暗でやることもない。俺たちはブツブツ言いながら、運転席で毛布に包まって眠りについた。何時間経ったのか、犬のうなり声で目を覚ました俺は、あたりの強烈な生臭さに気づいた。犬は海の方に向かって牙を剥き出してうなり続けている。普段はおとなしい奴なのだが、いくらなだめても一向に落ち着こうとしない。友人も起き出して闇の先に目を凝らした。月明かりに照らされた海は、先ほどまでとは違って、気味が悪いくらい泣いでいた。コンクリートの殺風景な岩壁のヘリにうごめくものが見える。なんや、あれ。友人がやくれた声で囁いた。わからん。それは最初、海から這い出してくる太いパイプか丸太のように見えた。蛇のようにのた打ちながらゆっくりと陸に上がっているようだったが、不思議なことに音はしなかった。というより、そいつの体はもわもわとした黒い煙の塊のように見えたし、実体があったのかどうかもわからない。その代わり、というか、というか、形容しがたい耳鳴りがずっと続いていた。そして先ほどからの生臭さは、吐き気を催すほどにひどくなっていた。そいつの先端は海岸沿いの道を横切って、向かいの家にまで到達しているのだが、もう一方は、まだ海の中に消えている。民家の軒先を覗き込むようにしているその先端には、はっきりとは見えなかったが明らかに顔のようなものがあった。俺も友人もそんなに臆病な方ではなかったつもりだが、そいつの姿は、もうなんというか、まがまがしい、という言葉そのもので、一目見た時から体がこわばって動かなかった。心臓をわしつかみにされるってのは、ああいう感覚なんだろうな。そいつは、剣に吊るした竿をじっと見つめている風だったが、やがてゆっくりと動き出して次の家へ向かった。おい、車出せ。友人の震える声で、はっと我に返った。動かない腕をなんとか上げてキーを回すと、静まり返った周囲にエンジン音が鳴り響いた。そいつがゆっくりとこちらを振り向きかける。やばい。なんだかわからないが、目を合わせちゃいけない、と直感的に思った。前だけを見つめ、アクセルを思い切り踏み込んで車を急発進させる。
後部座席で狂ったように吠え始めた犬が、ヒュッ、と喘息のような声を上げてどさりと倒れる気配がした。太郎、思わず振り返った友人が、ヒー、と息を飲んだまま固まった。アホ、振り向くな。俺はもう無我夢中で友人の肩を掴んで前方に引き戻した。向き直った友人の顔はくしゃくしゃに引きつって、目の焦点が完全に飛んでいた。恥ずかしい話だが、俺は得体の知れない恐怖に泣き叫びながらアクセルを踏み続けた。それから、元来た道をガス欠になるまで走り続けて峠を越えると、まんじりともせずに朝を迎えたのだが、友人はほとんど意識が混濁したまま近くの病院に入院し、一週間ほど高熱で寝込んだ。回復した後も、そのことについて触れると激しく情緒不安定になってしまうので、振り返った彼が何を見たのか聞けずしまいのまま、卒業してからは疎遠になってしまった。犬の片歯、激しく錯乱して誰彼構わず噛みつくと思うと泡を吹いて倒れる繰り返しで、かわいそうだが安楽死させたらしい。結局あれが何だったのかはわからないし、知りたくもないね。ともかく、俺は海には近づかないよ。以上が同僚の話。昔読んだ柳田国男に、そうやめかごを魔除けに使う風習と、海を見ることを忌む日の話があったのを思い出したが、今手元にないので比較できない。安徳様か。いつ聞いても怖い、わら。そうの網目を目に見立ててるんだったっけ。確か、祖父母の家に遊びに来てて、トイレからそれを覗き見したいとこがうんぬんって話もあったよね。ところで、そう、ってなんて読むの？海を見るのを忌む日ってのは、海を見ちゃいけない日ってことだろうか？それなら、伊豆大島にそういう日があるね。そう、イコール、ザル、海竜祭りの夜って話らしい。5年ほど前、コンビニ弁当の工場で深夜働いていた。ある日、よその部署のおばちゃんが工場前でトラックに轢かれてお亡くなりに。事故から間もなく、まだ現場に花が備えられている頃、仕事帰り、深夜4時頃。事故現場の前を通ると、ああ、ああ、と女の人の声がずっと真後ろから聞こえてくる。そして、肩のあたりが重苦しい感じ。角を曲がると急に肩が軽くなり、声もしなくなった。その話をこの前久しぶりに会った友人に話していたら、背筋におかんが走り、この話をしたらやばいのでは？と思い、明るい話に切り替えた。怖い話大好きなので、よく怖い話をするが、おかんが走ったのは初めて。彼氏とビジネスホテルにチェックインして、鍵を受け取り、部屋まで来た。ドアを開けて彼氏が先に入ると、すぐ、先客がいる。と言ってドアを閉めた。フロントに行き、彼氏が、部屋変えて。と言うと、フロントは何も聞かずに部屋を変えてくれた。その時は不思議に思わなかったが、私たちはフロントで鍵を受け取ったのに、先客がいるのがおかしいし、普通、部屋を変えてと言われたら、理由を聞かれるのでは？と今になって思う。もう、その彼とは別れてしまったので確認できないが、もしかしたら、彼は、人間でない先客を見てしまったのか？と思う。父親の七回忌が終わって久々に実家の元自分の部屋で寝た。ふと起きるとベッド横の机の椅子に親父が背中を向けて座ってる。死んだ時の浮いてガン末期姿でなく俺も若い頃のパパと呼んでいた頃の姿だった。
すぐに霊だと気づいたけど、さすがに肉親だけあって怖くはなかった。親父来てたのか、なんて声をかけると。ああ、時のない返事。なぜ今更出てきたのか不安になって。どうした？心配事でもあるんか？と聞いてみると、亀がな、とだけ言ったのを聞いて、そのまま自分はまた寝た。次の日、こんなことがあったと母親と兄貴に言ったが、意味がわからん夢だろ、という結論に。それで先日古くなった家をリフォームしようって話で家が取り壊されたわけだけど、随分前に使われなくなって倉庫となってた土間から随分古いドブログの瓶が出てきた。酒飲みだった親父、あの世に行っても自分の酒が大切だったのかよ、とみんなで笑った。元気な時の姿で来てくれるって嬉しいね。じんわりした。ありがとう。親父は大好きだったからげっそりして目だけギラギラしてた最後の頃は悲しかった。家族全員で最後の息まで感謝ってあげられたのがせめてもの救いだったと思う。自分は酒のことよくわからないからドブログをドブログと書いてしまって恥ずかしい。なんか知らんけど、泣けた。昨夜の話。蒸し暑いせいで寝苦しかったためか、ちょっとした刺激で目が覚めた。布団から出ている足の甲がチクチクする。最初は飼ってる猫が何かしたのかと思ったんだが、それにしては重くもないし、何より大きさとかがある昆虫を想像させた。うわ、Gが出る季節か。後でホイホイ仕掛けないと。と思いつつ、とりあえず体の上をしゃわれても困るので追い払おうと少し動かすと。わさ、わさ、わさ。という感じで動き出した。なんか G はもっと細かく素早い感じなのにおかしいな、と思って寝ながら電気をつけてみると、そこにいたのは G よりもでかいクモ。しかも足元にいたはずがいつの間にか布団の上を通ってこっちの腹の上べりにいる。思わずびくってなったらその動きに驚いたのか、その大きさにもかかわらずぴょんと飛んで俺の顔の上に着地した。そのまま逃げていってくれたが、正直トラウマに。大きさから判断してたか足雲だない家の中でGやらハエやらを駆逐して。くれるとてもありがたい雲だ。基本的におとなしくて無害なんだが、バカでかい。姿にビビる人も多いなヤモリと同じでできれば大切にしてやってくれ。足高雲。大G最終生物兵器だ。Gを食い尽くすと勝手に出ていく。軍曹とは仲良くしてくれ。突然だけど俺は、自分で言うのもなんだけどかなりのビビり。よく家族や友達にお前は体がでかいくせに、身長190センチメートル。本当にビビりだな W とよくバカにされる。しかし怖い話やホラー映画などが大好きでなぜか見てしまう W。そんな俺が体験した話。4年の今頃の季節だったか夜寝つけなくてシャレコアや本フスレを見ることにした。余計に寝れなくなるのに W。とりあえずシャレコアまとめサイトで怖い話を読み始めた。続き。当然のように鳥肌が立ち背筋を走るを感想してそれにビビる俺 W。何話か読んでるとさすがに眠くなってきたので寝ることにした。布団をかぶり目をつぶるがおかしい。目をつぶってるのに周り景色が、この時は部屋の中、はっきりと見える。これは何度か体験したことがある。今までの経験上これが起こるとろくなことがない。金縛りにあったりなど、困ったな子やなんて考えてると突然ものすごい予感が走り油汗がにじみ出てきた。続きに、さらに身の回りに大量の人の気配を感じる。本能？がこれは絶対目は開けたらダメだと思ったけど全くの無意味 W。目をつぶっててもまぶたの裏？
にひっついて俺のこと見てんのよ大量に動く目がさ。ちなみにこんな感じ。おしまい。